はい、こんばんは。こんばんは、始まりました。こんばんは。こうしようかな、2つぐらいでいいかね。あ、こんばんは、ありがとうございます。こんばんは。痛い、また口内炎がまたなんか痛いわ。こんばんは。ねえ、もう痛いのよ、口内炎がね。あ、こんばんは。ねえ、ここほら見て。ねえ、ほら見える、ほら痛いのよ皆さん、口内炎が。こんばんは。ビタミン不足、これ痛いわ、ほんとね。始まりました、今日もね、皆さんね、やっていきましょうね。ほんと今日もね、4時間ね、やっていきましょうね。明日も4時間ね、その次も4時間よ。こんばんはね、もう当分4時間よ、うん。あ、こんばんは。そう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 、4時間です、うん。ね、あ、こんばんは。そうなのよ、痛い痛い痛い。ショコラ BB だよね、チョコラ BB だわね、飲むといいんだよね。あ、こんばんはね、うん。ちょっとふわっちはほどほどにしてね、ちょっと外部の方に行かないとね、頑張って、うんね。ほんとおすすめ規制なんかでね、やってらんないからね、皆さん。やっぱりね、こっちも大切だけど、やっぱね、ちょっとねえ、ちょっと外部もねやってるんですけど。あ、こんばんはね。そう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 、うん、ね。いやー痛いわ、うんね。あー痛い、喋りづらいわ皆さん、ほんとね。なんか暑いわね、ほんとね。今日暑くなかった、ほんとムシムシするわね、うん。ひーちゃん、昨日ゼロワンさんの配信見てないかしら。見てますね、うん。なんかあったの。そうそう、 TRP の T シャツです、うん、ね。暑いわね、ほんとクーラーついてるもん今日私、皆さんね。暑いわね、なんか湿度が高いわね、ムシムシしない、うん。あ、こんばんはね、ほんと。でもしかも天気悪いしね、雨ばっか降って、雨ばっかり降ってさね、うん。ひーちゃん今日何する、帰ってるよ上に、見て見て、うんね、上見てごらん、うん、ね。そうそうそう、うん。いや暑いよ、うん。ひーちゃん、萩のシーンで何言ってんの、ほんと、うんね。はーいね、ほんと皆さんいかがですか、ほんと、うんね。頭のおかしい人が今日もいっぱいいらっしゃいます、皆さんね。どうぞ、うんね。あ、ふわちゅる、ありがとうございます。材料も何、一緒に。ハギリンがヒーちゃんと決着をつけたいってゼロワンさんに電話相談をしてる。まだ言ってんの、あの人。本当に言ってんの、しつこいね、ほんと。まだ言ってんの、あの人。何決着をつけたいってどういうことなの、一体。本当にそれ言ってるわけ、ずーっと。何それ、うん。もう終わった話でしょ、ほんと。ねえ。何の決着なの、うん、ねえ、ほんと。もう話終わったんじゃないの、もうほんと、うん、ねえ。もうこの話はおしまいねっていう風になったよね、以前に。もう蒸し返すことは何も しないっていう風に決めたじゃんね、ほんと。まだ言ってんの、ほんとねえ。あのさ、嘘ハトなの、もうさ、あれだよね、ぶっちゃけ悪いけど、あ、嘘ハトなの、嘘つき。あ、この20号がこれ嘘ついてんの、あ、嘘、うん。あ、嘘ついてそういうこと言ってんのでしょうね、ほんと。だってもう終わってるもんね、そんな話。ねえ、あの人さ、そんなこと言うわけないね、もう、うん。あ、こんばんは。また仲良くなりたいみたいなこと言ってて、どっちを揉めたいのか、仲良くしたいのか、何を言った、どういうことよ。どっちなのよ、ほんと。訳が分かんないな、ほんと。何、うん。ほんとです。じゃあ赤出してよ。
ね、赤出して言いなさいよ、ほんと。うん、ピザマンか校内の話でいいよ、もう。そうよ、ほんと。ひどんなーよ。ほんと。いらないのよ、ほんと。どういうことなのさ、説明してよ、ほんと。ねえ、うん。何、私と揉めたいっていう風なこと言ってんの、向こうが。何、話を何でつけたいの。うん。また何、こう仲良くやりたいからまた話をしたいですっていう風なことをゼロワン君に相談したってことなの。どっちなのこれ、揉めたいのか、何、どうしたいの一体。うん、あのさ、蒸し返せば蒸し返すほどさ、ねえ、どん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 ぬかみにはまるってわかんのかしらね、本当あの人って。うん、ねえ、うん、終わったことをずっとずっとさ、蒸し返して蒸し返して蒸し返してってさ、私向こうの方が不利だと思うんだけど。うん、ね、不利じゃない、もう。ほんと終わったことをずっとネチ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 さ、ほんと印象悪いよね。ね、印象悪すぎじゃない、もう。ほんと悪いけど、ね、プロモーションがちょっと下手くそって感じよね、本当。そこで気を引きたいのか分かんないけど、本当。ヘイトをこっちに向けたいのかなんか分かんないけど、本当。でしょ？まだ言ってんのって感じだし、もうしつこすぎだし、もう本当嫌いだわっていう風な人どんどん増えそうだよね、またさらに。でしょ？本当。あ、ラウちゃんありがとうございます。メリーゴーランドありがとうございます。ね、本当。もうやめたらって感じよね、もう。ほんと、そうそうそう、もうお互いそれで配信で別々で頑張ってるんだから、もういいじゃん別に。でしょ。うん、あ、こんばんは。なんで蒸し返そうとすんのかしら。うん、あ、嘘ハトなのやっぱり。うん、でどこ行ったの20号が一体。え、消えたの一体。どっちなのよ、もう。観覧車ありがとうございます。チャモーレ君が沖縄行ってた？借金してたのにって。知らない。うん、あ、コムギンちゃんありがとうございます。沖縄にいるんだ今。うん、あ、匿名さん人力飛行機ありがとうございます。ありがとうございます。デコルテ姉さんも絶縁してる、なんかそうみたいね、ほんと。うん、ね、ほんと。まあいいんだけど別に他の人はね。うん、ありがとうございます。近々関東に来るらしいので、ゼロワンさんから連絡来ると思います。何の話って、何それ。私の方連絡来るの？ゼロワン君から？なぜ？決着をつけるためにってこと？どういう風な決着をつけるの？だから、どういう風な決着ってことよ。いや、もういいって。もうほんと。いや、間に入らなくてもいいから、もう関係ないし。うん、ね。終わったことよ、話は全く。ね、終わったこと。うん。あ、ゆうちゃんありがとうございます。あ、太郎さんありがとうございます。パパンパンパンパパパンパンパンパパパンパンパ、どやさどやさどやさ、ありがとうございます。どういうことなの一体、ほんとね。うん、もうやだ皆さん、もうほんと私もね、またこんな話すんの、ほんと。もう終わったことはもう話したくないのよ、もう私は。わかるん、なんで蒸し返すの、ほんと。嫌な思いしてんの私は。ほんとね、嫌な思いしてるわけよ。もう散々ね、ゴミだのなんだのね言われて、私ほんとあの人にね、ほんとお腹殴られるし、もうほんと嫌なのよ、もうほんとね。まあ向こうは認めてないけど、やってないって、そういう風なことも言ってないし、やってないってね、やってないっていう風な話なのよ。そう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 、うん、ね。まあでもね、自分がまあね、あの、まあ悪いことしたのか分かんないけど、ちゃんと謝罪もね、うちまで来てくれてね、謝ってくれてみたいな。うん、ゼロワンさん、女殴るなら俺が公園で怠慢してやるよって言ってた。でもひーちゃんが仲良くしたくないなら仕方なくないと、近づかないのがいいんじゃないのっていう風に言ってくれたの。あ、そうなの。うん、ねえ、じゃあもうそれでいいじゃんね、ほんと。うん、そう。あ、ゼロワン君が、あ、そうなんだ。うん、もう会いたくないし見たくないのよ、もう。
ねえ、もう本当、じゃあもうお願いだから、もう本当さ、やめて、もう本当、もう蒸し返すのはもう、うん、ねえ、そう、うん、でしょ？いや見たくないのよ、もう本当私、うん、ねえ、そう、ねえ。もう許すとか許さないじゃないの、もう会いたくないの、とにかくもう。わかる？私。うん、ねえ。そう。小林くんとかもそうだけど、皆さん、私、もう嫌いってなったらもう嫌いなのよ。もう、そう、嫌いなの。ずっと。もう何年経っても嫌いなの。無理。うん、あ、こんばんは。私はね。そう。もう関わってほしくないし、もう喋りたくもないの、私。興味がない人の話はしたくないのよ、本当。うん、ね、嫌いだから。ね。そう、もう、テンションも下がるし、もう私のテンションが。もう、そう。うん、モチベーションも下がるし、もう、ね。そう、話題に出さないってことはそういうことなのよ、もう。嫌いなの。うん。そう、うん、ねえ、もうやだ、もうやめようかしら、もう今日さ、なあ、そう、いや無理なのよ私、もう生理的にもう嫌いになったらもう無理、絶対。どっかでもしバタンという風に会っちゃったらどうもっていう風には言うよ、無視はしない私は。うん、そういう人が職場に行ったらどうすればいいの、何が、どういう風なこと、え、うん、どういうことで、あ、こんばんは。いじめてくるやつ、そんなのすぐね、いじめてくるやつなんてね、すぐもうさらされて、もうね、ほんと、ね、終わりよ、ほんと。今なんかもうそんなことしたらもうね、社会問題になるわ、ほんと。バカじゃないの、ほんと。ね、私をそういう風な目に合わせるってこと、職場で。あのね、甘いわよ、ほんと皆さん。私、ボコボコにするからね、ほんと。職場でそんな風な目にあったら、ほんと。さらすよ、マジで、ボコボコにして。ねえ、録音するからね、私、マジで、ほんと。うん、あ、風船ありがとうございます。さらすから、マジで、ほんと、ネットに、ほんと。ねえ、うん、そう。でしょ？うん。あ、こんばんは。当たり前でしょ。いや、挨拶はするよ。ねえ、そりゃ皆さん。ほら、いや、もうほんと生理的に無理だわっていう人いるよ。いる。いるけど、そこは大人としておはようございますっていう。うん。挨拶はする。うん。それだけ。おはようございます。お疲れ様ですっておしまい。うん。そんなの当たり前だよね。うん。そう。そこで、それだけでいいのよね。ぶっちゃけ。そんなの。うん、そう、相手が無視されてもいいのよ、それで。てか、無視するってことは、向こうの負けよ。ぶっちゃけわかる？うん、ね。いや、向こうも嫌だと思うのよ、私のこと。まあ、お互い嫌なのわかるじゃん、でも大体。ね、価値観の違いでね、あ、こんばんは、わかるのよ、大体。そういうのってあるじゃん、結局。いや、向こうが無視した時点で負け。うん、ほんと。なんでかって、なんだろう、まあそういう風な割り切ってそういう風な対応もできないんだなみたいな感じよ。うん、かわいそうみたいな、私心広いみたいな思うよね。私って心広いわみたいな、器が大きい人間だわと思うよね、本当。割り切ってここら辺だけで挨拶できるんだものみたいな、この人何みたいな。器ちっちゃいわみたいな、本当。挨拶もできないなんてみたいな。弱っと思ってね、ほんと。やだみたいな、ほんと。そう。っていう風に私結構ね、思ってるのよ。私の勝ちみたいな。でしょ？いや、ポジティブによ、ポジティブに。ポジティブ。うん、ね。まあ、ただ、私もね、ぶっちゃけ、まあ、あ、でもな、ねえ、うん、時間が経っても許せる人と許せない人っていうのはやっぱいるな。うん、そう、どう皆さんは、うん、うん、ジェラートピケさんってこれなんか男性の人ちょっと可愛らしい顔してるわね、本当。うん、身長体重年齢いくつなの、男性、あなた本当ね、うん、可愛いわね、本当、横顔がなんか男性っぽいわね、うん。
そうそうそう、うん、いるでしょ本当ね。えちょっといやわかんないね、うん、でもぶっちゃけ配信者と別にね言うて、うん、あ男性、ああ身長体重はあねえ、あこっちいらっしゃいそうなんか私の偏見なんだけど皆さんね、ぶっちゃけ大手さんの方が、まあ配信者でもね、大手さんの方が結構ねやっぱりあの割り切ってというか、まあ、上手にこうなんていうのかな、こう配信者とまあ絡んでるっていう風な感じはする。なんかうまいというかね、ほんとかわし方とかなんかそういう風なものが、対応が思わない、なんかそうそう揉めないよねあんまね、大手さんの方が逆に、うん、そうそう本当、うんねえ、なんかその方がなんかめんどくさいわめんどくさいねやっぱね本当、うんそうそうぶっちゃけね、そうよ本当じゃない、うんねえ、うんおね、ネチネチと、うん、ほんと、うん、でしょ。あ、こんばんは、うん、あれわかるやっぱりでしょ、うん、そう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 、うん、まあいいんだけど別にこんな話はね、もうほんとなんかもうさっきなんかもうほんと私と決着つけたいとかっていう風にさ、言ってくるやつがいたからさ、ほんと何みたいな、ほんとねえ何なのみたいな、うん、前からひーちゃんの推しで全然気づいてくれなかったから待っていたのよと、待ってたのよと、うん、なんかちょっとお礼っぽいね、わらわらってことはね、待ってたのよって、うん、ねおかまさんでしょ、もう大体うちのところそうなのよね、ほぼ、あ匿名さん2つありがとうございます、大体そう、うん、お姉じゃないの、あらノンケじゃ、ノーマルな人なのじゃん、うん、ね何私と付き合える、え、うん、私とパートナーシップ条例するあちょ今日コラボじゃないのね、23日だと思うよ、明日なんかデコルテ姉さんがなんかコラボしませんかっていう風に言ってくれたんだけど、明日ねちょうど予定がないしデコルテ姉さんとコラボしようかなみたいな、そうそう明日ねちょっとちょうど、うんね、そうなのよそうそう、でもね明日結構タフなのよ、ハード、明日も12時から2時間はダンスレッスンがあるのよ、あのかなこ先生っているじゃん、知ってる皆さん、あのほらあの映画にもさ出たでしょ、友達役で、12時から2時までダンスして、そっからリュウキさんがね来るの、実はツイキャスするのよ2人でね、エクプリやろっかって言ってね、毎週火曜はねエクプリの日なのよ、で火曜日はだからリュウキさんと合流して、その後ねそっから6時ぐらいまでやって、そっからだからデコルテ姉さんと合流して配信しようかなみたいな、一緒に、そう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 、うんね、そうなのよ、なんでねツイキャスしようかって言ったら、なんとももこちゃんがね足打撲、打撲かなんか捻挫かなんかしたの知ってる、なんかツイッターかなんかで見たのかしら皆さんね、足がなんか全治なんか3週間か4週間のなんかもう捻挫かなんかして、あ知らない、なんかツイッターもなもう言ってないのかな、あの人ね、もしかして、そう、ちょっと生活に支障があるのよね、痛み止め飲みながらも歩いてるっていうけど、な仕事もねなんかできるところは行ってるけどっていう風な感じらしいのよね、そうそう、あこんばんは転んだかなんかわかんないけど、なんかそうみたい、うん、そうそうね、だからね皆さんツイキャスをやって、私とももこちゃん、あ私とりゅうきさんでツイキャスやってね、ツイキャスの数をどんどん増やして、そのエクプリ貯金っていうのがあるのよ、今までねみんな、あの私がとりゅうきさんでツイキャスやってね、みんなからいただいたお茶箱のあのやつをね貯めてるのよ、ずっと何かの時に出しましょうみたいな、だそのお金を少しでもね、ももこちゃんが今回のね、なんていうの、支障でね、怪我で、な生活が少しね、あの苦しかったら、その中のお金から出しましょうねっていう風な感じでね、そうそうそう、私ってそういう風な話し合いをして決めたのよ。
そう、そのお金を出しましょうみたいな。うん、そうそう、そっから使ってあげようって言って、うん、補ってあげた方がいいんじゃないって言って、あ、龍樹さんと2人で話し合いして、この間ね、あの配信あの してないけど、普通に2人でこうご飯食べてる時に、桃子ちゃんにそういう風にしてあげようって言って、うん、そうそうそうね。まあでも言ってもそんな数万円ぐらいよ。でも数万でもまあ助かるとは思うのよ。まあお見舞いじゃないけど、なんかそういう風なやつでね。いや、優しくないわよ全然。そう、みんなにこうやってね言って、ひーちゃん素敵っていう風に言われたいがために言ってるのよ。わかった、みんな。うん、ね、そうよ、優しい人ねっていう風にさ思われないと。みんなにね、そうよ、私いい人でしょみたいな。そうだから、ちょっと配信頑張ろうって言って、龍樹さんと2人で頑張ろうって。まあでも私ももしかしたら今月来月はちょっとツイキャスにやるかもしれない。頑張って一人でもねやるかもしれないから、皆さんね、エクプリよかったら皆さんまたフォローしといてくださいね。あっちもね、そうそうそう、あっちもちょっと頑張らないといけないわね、ほんと。そう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 ね、やるしかないわね。うん、ももこちゃんのために、そりゃそうよね、ももこね、ももこあってのエクプリだからね、そうよ、ちょっとね、そこで支えてあげた方がいいじゃん。うん、そう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 、うん、逆に一人の方が需要があるかもしれない。だったらエクブリらないよね。そんなこと言わないでよね、ほんと。いや、龍樹さんも最近頑張ってるから、皆さんね。あ、こんばんは。そうそう、ゆいまるって何、うん、そう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 ね、いいね、ありがとうございます。でもなんか龍樹さん最近気持ち悪いのよ、なんか私にすっごい優しくてね、ほんと。ひーちゃんカバン持ってあげるとか言ってね、いやカバン重たいでしょって言ったら、いいんだよみたいな、ひーちゃんはカバンがない方がいいよみたいな、今日のな衣装もすっごい似合ってるからみたいな、このカバン持ってるとなんか似合わないから僕が持っといてあげるとか言ってさ、何みたいな。な、怖っと思ってね、ほんと、何どうしたのみたいな。そうよ。ねえ、気遣いがすごいのよ最近。うん、いや今日のね、あの東京レインボープライドもすごかったわねって言ってね、ね、みんなね、すごいなんかこう、なんていうの、みんなすごかったのよ、ほんと。ドラッグクイーンさんとかもいたのよ、皆さん。こんな厚底履いてさ、わかる、もう2メーターみたいな人が歩いてるのよ、ほんと。道化師みたいな、わかる、なんかもうほんとね、わかる、頭一つ分ぐらい出てるのよ、みんな、なんかもう普通に。そんな人がいっぱいいるのよ。そう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 、うんね、そうだ、すごいと思ったよ、ほんと。うん、いや、ああいう風な人もいるしみたいな。で、うん、だからもうあそこら辺に比べると、もう衣装もすごいのよ、みんな金かけてるってわかんないもん、大体もう、ほんと。そうそうそう、アムチにメールした、なんで、なんで今日、え、アムチンメールしてない、だってアムチンずっとなんか歌舞伎町かなんかでさ、朝まで飲んでなかった、なんか。そうそうそう、私ね基本的になんかこう配信見て、パラパラパラって配信見て、例えばね、メールしないといけないっていう風に思ったとしても、その人が配信してる時はあんましないの、メール。そう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 、うんね、あの見て嫌じゃないやっぱり、うん、だからしないの私は、基本的に配信中はしないの、メールは。配信外でもし配信してないなっていうのをチェックしてからメール返す感じ。まあね、そう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 、うん、あ、こんばんは。まあ、そこら辺までチェックするかな、ほんと。まあ、見逃しちゃったら申し訳ないけど。そう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 。うん。ねえ。で、私がだから、そんなね、ドラッグインさんとかもすごい、みんなね、美しくて、みたいな。すごかったわね、とかっていう風に言ってたら、いや、ひーちゃんが一番すごかったよ、とかっていうのよ。何、龍樹さんどうしたのみたいな。ねえ。なんか気持ち悪いわと思って、龍樹さんね、ほんと。何、なんか。なんかやったのみたいな、ほんと。うん、ねえ。なんか、
浮気が浮気しててわかる？優しいなんかこういるじゃん、旦那さんとか。私の彼氏もそうだったのよ。なんか急になんか私に優しくなって、でなんか匂うなと思って携帯見てたら浮気してたっていうようなパターンが結構ねあったのよ。そうね、妙に優しくなるみたいな。なんかやったのかな、なんかね悪いこと、そんなやましいことかなんか、なんかあんのかしら、なんかそんだけ優しくして私に。うんねえ。ねえ、な怖いわね本当。うん、エクプリの資金使ったかもしれない。でもエクプリの資金でもそんなないね、5万ぐらいしかないけど。でも5万でも結構ねすごいことよ皆さん、本当5万全部使ったのかしら、お金もしかしてね全部。ねえ、そうそうそう、うん、それを聞いたことがあるわと、浮気してて優しくなるの、そうそうそう、そういうのあるでしょ結構ね。うん、いや別にいいんだけど。ねえ、ほんと。でももう4年だから皆さん、エクプリも4年目。ねえ、ほんと4年いるとさ、もうなんだろう、もうお互いなんか悪いこといっぱいしてるし、もうなんか あれだね、もう何でも良くなってくるね、もうほんと。ね、何されたとしてもさ、もうなんか別に、そうそうそう、ちょっとや外でなんかそんなさ、あれだね、ほんと、喧嘩にもならないしみたいなね、そうそう、ほんと。ねえ、あっという間だったわね皆さん、ほんとでしょ。あ、こんばんは、こんばんは。じゃあ皆さん、ちょっと明日デコルテ姉さんとね、あのコラボしますんで、皆さんね、お楽しみに。あ、デコルテ姉さん LINE しとこうかな。ね、デコルテ姉さんにちょっと明日ね、あの大丈夫ですみたいなさ、ちょっと言っとかないとさ、もうほら向こうもね予定ほら立てるかもしれないじゃないのね。え、うん、そうそう、姉さんと明日大丈夫ですみたいな、明日は明日コラボできますみたいな、できますみたいな、そうそうそう、うん、ねえ、うん、エクプリ結成、ももこちゃんがね、あ、で私がね、ももこちゃんみたいな、うん、私もね配信でずっとやってるけどみたいな、ねえ、まあ、今後の見通しもわからないしみたいな、またなんか新しい刺激が欲しいのよみたいな、うん、ねえ、誰かいないみたいな、なんか一緒に YouTube かなんかねできたらいいなって思うんだけど、誰か知り合いでいないっていう風に言ったら、知ってるわよ、私の知り合い、私が来ないよ、私と紹介してあげるよっていう風にさ、言ってくれてね、ももこちゃんが。そうねえ、ねえ、ももこちゃんがねいるのよと。実はこの間楽しんごくんのなんていうの、そういう風なパーティーかなんかに行ってみたいな、うん、そこでちょっとお会いした人いるのよみたいなね、うん、リュウキさんっているんだけどみたいな、楽しんごくんと一緒にコラボ、まあユニット組んでるのよみたいな、うん、ねえ、でその人も一緒になんか YouTube かなんかできる人いないかなっていう風に言ってたから、ちょうどいいんじゃないって言って、2人でやってみたらみたいな、化学反応起きて面白いかもとかっていう風に言われてね、皆さん、そこでよ皆さん、そこで会ったのよ2人で、そう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 、分かった皆さんね。で龍騎さんだったら皆さん楽しんごくんの館だし、結構あちこち営業行ってるしみたいな、わかる？うん、ね、だから人脈も多いしみたいな、で芸能人とかもいっぱい知り合いいるからね、いいんじゃないみたいな、風船ありがとうございますね、やっぱ人脈伸ばすためにはいいんじゃないのみたいな、うん、あ、いいわねみたいな、そう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 、うん、ね、うん、エクプリの名前の由来はなんかね、その最初の撮影場所がね、卵街道っていうところだったのよ、相模原の。卵ばっかりなんかこう取り扱ってる、なんかそういうなんかあるのよ、うん、卵料理のレストランとかね、わかる？卵を売ってるなんかところとか、なんか卵のなんかそういう料理を使ったダンスの
ものが結構置いてる、なんかその街道があるのよ。なんかそういうさ、わかる皆さん。ね。オムライスとか、なんかあるじゃん。うん。そう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 。あんのよ。みんなプリンとか。うん。ね。売ってんのよ。なんかそういうね。うん。そう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 。見てみて。昔の動画のやつ。うん。ね。だ卵にちなんの名前がいいよねって言って。うん、そうそうそう。いや、ずっとそういうところがね、相模原に。卵街道って、行け行け、ここ。うん、ね。で、エッグって、だから、エッグって卵だから、皆さんね。龍騎さん、なんか頭はげてんじゃん。エッグっぽいし、みたいな。ね、私の頭の、ほら、昔当時、ブロンドでさ、ボブだったでしょ？で、ここら辺がなんかちょっと黒くてさ、ウィッグがね。あのキャラ、あのカラメルっぽい感じでさ、プリンっぽかったから、だからエッグとプリンみたいな感じだから、じゃあエッグ&プリンでいいんじゃねってなって、なったの、その風になったの、名前が。だエッグ&プリンって。わかった？な乾燥してる。ね、すっごい乾燥。うん。そうそう、わかりました。こんばんは。ねえ、でも全然売れないよね、最初。ももこちゃんは私のリスナーさんだったのよ。あ、ミルキーウェイちゃんありがとうございます。カカ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 。ああありがとうございます。ありがとうございます。そう、ももこちゃんはもともとね、リスナーさんで。で、ももこちゃんほら、もともとなんか、ななちゃんのマネージャーさんだったでしょ？皆さん。うん、で、ナナちゃんと、なんかそういう風なさ、あの、ハモリナってあったのよ、知ってる？ハモリナ。うん、ね、伝説の、もう今ではね、知らない人はもういっぱいいると思うけど、当時、ナナちゃんと私と、ナナちゃんのリスナーさんで、流星君って人と、私が当時勤めていたお店のママのルカママっていうね、4人で、あの、組んでるユニットあったのよ。そう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 、ね。その4人の時に、顔合わせとかなんかそういう風な、まああるじゃん、打ち合わせみたいな時に、ももこちゃんとそこでまあ言ったら何回かお会いしてみたいな、面識を持ったっていう風な感じ。解散したっていうか、自然消滅、うん、ね、歌もあるよね。歌あるよ、歌。そう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 。うん、ね。え？ななちゃんから破門されたのって、は、うん、何言ってんの一体。うん。波紋も何もね、ほんと。そこに入ってないし、私。ナナちゃんグループには入ってないよね。はい、うん。そう、モンジョリーズでしょ？入ってねえわ、私。うん。ねえ。あ、歌は聞いたことないの？歌聞く？あるよ、歌。え？ももこちゃんが波紋、知らないわよ、そんなの。私に聞くなや、ほんと。直接聞けばいいじゃん、本人。なんかさ、また聞きよくないで。私、また聞きしないタイプなのよ。直接本人に聞くタイプ、私は。そんなね、あの人ってそうなのとかっていう風にさ、聞いたところで分かるわけないじゃん。直接聞けや、本人に。そんなの。え？こないだライブを流したのとは違うやつと。うるさいね。何を言ってんのよ、一体もう。ねえ。知らないわよ、この間のライブとかも知らないし、ほんと。ねえ。もうやめて、もうほんと、わけのわかんないことばっかり言うの、ほんと。口内炎が痛いのに、ほんと。余計に口内炎膨らむわ、ほんと。そうそうそう。どういうライブのやつよ？いつのライブのやつよ？去年、一昨年、その前のやつ、いつ、何年、何月のライブよ？こないだわからねえわ、ほんと。言いなさいよ、全部細かく、ほんと。こないだっていつだよ、ほんと。そうそうそう、ねえ。ちゃんと答えて、ほんと。そういうの細かく、ほんと。わけがわかんないんだから。そうそうそう。ねえ。ねえ、ほんと。何を言ってるの、一体。どこ行ったの、ほんと。それ、どこ行ったのよ。逃がしませんよ。どこ行ったの、ほんと。え？どこ行ったんだよ、ほんと。そうそうそう。そうそう。わかりやすく、シンプルにね、ほんと。言ってね、ほんと。ちょっと動画見てみよっか。じゃあね、ほんと。ん？動画があります。とね、あるのよ、動画、皆さん、マジで。伝説のね、動画がありますよ、皆さん。
見せましょう。あ、これだね、これ。こちら。たかこちゃんありがとうございます。分かった？皆さん。そうそう、上の段にいるのがね。あ、もえちゃんありがとうございます。上の段にいるのが一番左側が私。で、右側がダナちゃんね。あ、たかこちゃんありがとうございます。あありがとうございます。そう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 。そう。上のでやったやつね。そうよ、ほんと。もうこれだいぶ前かな。あ、匿名さんありがとうございます。だいぶ前かしら。あら、ありがとうございます。ねえ。あと二人、だから右側言ったじゃん。だからもう、聞いてよ、話を。もう、うっさいな。もう、説明したでしょさっき。もう、ねえ。流星さんだったらルカママよ。そうそうそう。ねえ。流星君は奈々ちゃんのリスナーさんよね。そうそう。で、あと、ルカママは、私の、だから前勤めてた、バー、あの、お店の、ボケてんじゃないの、みんな、ほんと。ねえ、うん。あ、こんばんは。ほんと。ねえ。ボケボケばっかりね、ほんと、今日は。ほんと。ねえ。なんだろう、一体。うん。春だからかしら、もう、ほんと。さっきも説明したのに、ほんと。2、3分ぐらい前にさ、ほんと。ねえ。誰、今の人、みたいな。そうねえ。ほんと。やめてくれる本当。ねえ。認知症みたいな人。本当。あ、こんばんは。ちょっと。疲れるんだから何回も何回も言うの。本当。そう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 。ねえ。もういいじゃん。わからなくたって別にもうそんなの。いや、もう本当。うやむやでいいの、うやむやでもそんなの。もういっかっていうふうな感じいいのよ。もう本当。そうそう。あ、ジェイちゃんありがとうございます。ありがとうございます。イースターフェスティバルありがとう。ありがとうございます。イースターかわいいね。かわいいわね、ほんと。そうそうそう、ほんと。あなたも投げてみたらどう、うん、あ、流星くんだ。リスナーや、言うね、ほんと。もう、頭に来るな、ほんと。ねえ。うん。りょうたっちょくん、いいよ、同じこと何回もね、言ってくれるから助かるな。はいはいはい、よかったわね、ほんと。疲れるわ、ほんと。りょうたちくんもね、うぜえわっていうふうに思ってるわ、ほんと。何回も何回も聞いてきて、何回も何回も説明するってめんどくせえわっていうふうに絶対思ってるわ。ほんと。そう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 。ねえ。もうやめて、もう何回も何回も聞くの。もう、ねえ。もう質問タイムおしまい。もうほんと。うん。この件にも質問タイム終わり。もうほんと。もうほんと。ねえ、めんどくさいからもう。うん、そうそう、 そうそう、これね、本当はサビの最初の部分は私が歌うっていう風な感じだったんだけど、なんかね、いつもリハーサルすると奈々ちゃんが私のさ、サビを歌うわけよ。ね、こうで歌おうと思ったら横からもうね、歌っちゃうわけよ、奈々ちゃんが。で、ちょっと待ってって言って、奈々ちゃんって言って、そこは私って言って、
うん、ね、私が歌うのここはねって言って、奈々ちゃんは私の歌った2フレーズ先だよって言って、あ、そうごめんねとかっていう風に言ってんのよあの人ね、ほんと、うん、じゃあもう一回ねって言って、みんなが最初からもこうやって歌うじゃん。そしたらこうで歌おうと思ったら横からこう歌って歌うわけよ、またねって言って、ナナちゃんって言って、うんね、聞いてるって言って、あ、ごめんごめんなさいとかって言うのよ、ほんとね、まあいいよ、まあねみたいな、まあね、よくあることよみたいな、うん、言ってて、そうそう、でまたやろうと思ったらまたもう一回歌われてね、ほんとね、ナナちゃんみたいな、うん、しばくわよと思ってねえ、しばくわよと思って、うん、ほんと、うん、しばかれたいのかしらと思って、この人ね、ほんとほんと調子乗んなよと思って、で思ったんだけどあの、もうナナちゃんって言って、ここのパート歌っていいよって言ってねえ、ナナちゃんって、あなたここのパート歌ってちょうだいって言って、うん、私次のパート歌うからっていう風な感じで、あの風に仕上がりましたそうそうそう、ナナちゃんの方がいいねって結局そうそうそう、うん、ねえ、結局ね、うん、そう、ナナちゃんでって言って、うんうん、でこの時に、ね、配信ついてないの、譲ったパートだから全部サビだから、2人ともサビの部分だから全部サビだわ、ほんとねえ、やだもう皆さん、もうサビももう知らない人いるなんて、もうほんとねえ、もう喋りかけてこないでこの人、ほんと、うん、ちょっともうやめて、もうほんと、そうそうそうねえ、うん、そうそうそう、うん、会話になってないもん、全くちぐはぐで、もうほんと、うん、何なのかしら一体、うん、ねえ、ちょっと、いやーね、皆さん本当誰でもね参加できるサイトって怖いわね、本当皆さん、やっぱり思うもん、なんか本当ね、ふわっちでもいるじゃん、なんか変な人、たまに配信してる人でもさ、本当うわーみたいな、本当ねえ本当、うわーって思う人いるもんね、たまにね、本当、いるじゃん、なんかあの今騒がせてる人とかさ、本当名前は言わないから別に、ほら関係ないでしょ、だって皆さん名前出したらほらね、ハト飛んじゃうけど、ほんといるじゃない、いろんな人いっぱいねえ、えみえみちゃんありがとうございます、ロックありがとうございます、メリーゴーランドありがとう、いるじゃない、ほんと、うわ世の中にいろんな人いるわみたいな、そうそうそうねえ、テテさんのこと言ってないじゃんだからねえ、あ、それは的外れたね、うん、そう違うわね、やめて、ほんとクイズするの、なんかクイズあって、なんかそのね私のその言ったらやつを当てましょうっていうのやめてくれる、ほんと、あ、匿名さんありがとうございます、何これ、すごい、これ今の何、なんか最近派手ね、ほんと全部、あ、ありがとうございます、こんばんは、ありがとうございます、アイテムありがとうございますで何の話をしたか忘れたわ、本当、あ、そうそう、だからハモリナっていうねグループがあったのよって話よそうそうそう、でもなんかその配信をつけるのやめましょうっていう風になったのよ、なんかねチケットやっぱ売りたいじゃん皆さん、やっぱチケットがね4000円か確か5000円だったと思うのよ、2公演あって、1部と2部ってあってね、皆さん、そう、一部と二部の公演があって、やっぱチケットをやっぱその配信しちゃうと、別に配信で見れちゃうから別にいいよねっていう風になっちゃうとさ、来ないじゃん、やっぱりそうなると、まあ、来る人は来ると思うのよ結局ね、あ、やっぱりね皆さん、ただその時はみんなで話し合いをして、やっぱ配信をしない方がやっぱライブ来る人もいるよねって、なんかそのプレミア感があるじゃん、わかる、配信してないからやっぱそのプレミア感が増していいんじゃないってなって、やらなかったの放送で、みんなでチケット売ったんだけど、あのね蓋開けてみたら、だいたいね一部が確か30人ぐらいかな、30人で、二部がね15、6人しか来なかったのよあ
ねえ、ほんと。ちょ、なんでそんな売れないのみたいな。ねえ、ほんと。やっぱ難しいよね、ほんと。ねえ、いや、ライブってね、皆さん。ねえ。そうそうそう。これでも4年前かな。4年前。そう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 。ねえ。そう、確かね。それでもすごいけどね、皆さん。30でもね、すごいけど、あ、こんばんは。ねえ、まあ、そういうのがあったってことよ。今もっと来る、そうかな、今。ななちゃんでしょ、だいたいななちゃんなんだよね、全部ね。ななちゃんが来るって言うんだったら、私も行こうかしらみたいなさ、だいたいね、ほんと。だいたいそうじゃん、全部。ねえ、でしょ。あの機長くんのさ、覚えてる、あのカラオケみたいなやつ、あの紅白みたいなやつあったでしょ。あの時もそうよ、だいたいね、ほんと。みんな奈々ちゃん、なにきょん、あーちゃんよ、あーちゃんよ、あー行くとって言ってさ、いっぱいいたじゃん、ほんと。そう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 、そう、あったでしょ。だって大体ほぼそうだよね、あの機長くんのやつ。あの客層見てるとほぼだからあれだよね、もう半数以上はもう多分ナナリスよね、あれ。そうそう、ナナリスなんだけど、ちょっとオカマの配信見てますって、ひーちゃんのことも見てますよみたいな感じよ、ついでって感じ。ついでにあなたの放送も見てるよっていう風な感じよ。推しはナナちゃんなんだけどみたいな、ひーちゃんのことも知ってるよみたいな。そう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 、ね、たまに会うのよ皆さん。そうそう、この間もそうだった、東京レインボーでもそうだったんだけど、そう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 、ね、会ったのよリスナーさんと。あー、ひーちゃんとか言われて、あ、どうもって言ったら、周りが誰っていう風になんかこう、その友達のとね、そのリスナーさんの友達とかが、誰この人とかって言ったら、あ、あの、ななちゃんのって言ったら、ななちゃんのなんかのお友達よとか言って、あ、へえ、みたいな。そうね、ね、あ、そうなんだ、みたいな。ね、ななちゃんの放送で見ました、みたいな。応援してます、みたいな。どこが応援してるのよね、ほんと皆さん。ななちゃん、ななちゃんの放送でしか見てませんって。どうやって応援するのよ。あ、こんばんは。どうもありがとうみたいな。ね、まあ、冗談よ、冗談。ね、冗談。はい、で、モノクロームのプロモーションビデオ送りました。あ、わかりました。ありがとうございます。あとでちょっと出しますんで。そうそうそう。ねえ。ななちゃんやっぱすごいわよ、皆さん。やっぱね、ほんと。どこ行ってももうね。ななちゃん、ななちゃんっていう風にほらね、言ってるから、ほんと。そうそうそうね、私の友達も知ってるからね、皆さん。あのリア友みたいな人いるのよ、ほんと。もう知ってるから、みんな。そうそう、 あんまそういう風な配信見ないんだけどみたいな、 YouTube かなんかで見てるとか、 TikTok で見たとか、なんかそういう風な人結構いるから、私の周りでもね。そう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 、あ、こんばんは。え、ひーちゃんもななちゃん見た、心も女になったらいいと思うって。何が心も女、いいのよ、いいの、あの人あの人でいいのよ、ほんと。そう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 、ねえ、ねえ、あの人はあの人、私は私なのよ、ほんと。そうそうそう、ねえ、でしょ、いいのいいの、そんなの別に、あの人みたいになった方がいいよじゃないのよ、ほんと。ねえ、21号さんだが、ちょっとね、この枠に合わないと思う、あなたは。ちょっと。ね、ちょ、卒業した方がいいと思うのよ。あなたが行くところはね、ちょっと、どこだろう。パニちゃんとかいいと思うのよ。パニちゃんは多分すっごい優しいと思うの。そういう風なジャポニカ学習帳でもね。なんでも、頭がこう、こんがらが、頭がくるくるパーの人でも、パニちゃん、あはーとかって言って、こらーとかっていう風に言ってくれると思うのよ。そうそうね、ちょっとイラつくのよ、目の前行ったら、ほんとグーでパンチしたいぐらいな感じなんだけど、ほんと。そうそうそう、ほんと。それぐらいちょっともう、いや、イラついてるから、ちょっともう、あのパニちゃんの枠とかどっかにちょっといてくれる、ちょっとごめんね、ほんとあっちの方で優しくされて、よかったら向こうの方でね、ちょっと
ねえ、やめて、もう本当居心地がいいからやめて、本当ねえ、本当ねえ、向こうにどうやって押し付けようかしら、本当そうそうねえそう、パニちゃん扱いうまいからね、本当うんねえ、そう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 、でどん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 ストレスが溜まってきて、私のところにね、ちゃんなんで私ばっかりそんなみんなに言われないといけないんですかっていう風に来るからね、本当、あよし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 、パニちゃん周りはひどいわねって言って、うん、周りひどい人ばっかりねって言って、本当私だけが味方よって言って、いや、そうそうそうね、うん、わかる、サイクルよ、サイクルサイクル、こうぐるっとなってる、ぐるっと、わかるの、私が押し付けてみたいな、泣くね、メンタル低下するで、私のところに来るみたいな、パニちゃんね、泣きわめいてくる、よしよしするみたいなねえ、あなただけが味方、あ私だけが味方よみたいな、うん、ね、私を信じてよえでしょ、いや、パニちゃん面白くないじゃないのよ、ほんと。ねえ。かわいいじゃんね、パニちゃんね、やっぱね。そう、愛嬌があってね、ニコニコ、ニコニコしてさ、じゃない?ほんと。ねえ。タバコちょっと吸いすぎたけどね、毎日毎日タバコばっか吸って、ほんと。ねえ。そうそう、タバコ吸いすぎよね、あの人。KP ありがとう。ねえ。じゃない?ほんと。そうね。今日は、スパゲッティでも作ろうかしら。ねえ。ねえ、そうね。お部屋に行きましょう。ちょっとね、お部屋行きましょう。ね、そうね。そう。ねえ。あ、バーガーありがとうございます。ちょっとタバコ吸いましょう。そう。ふよねえ、ほんとねえ、だってもうすぐじゃない、タバコすぐタバコ吸いに行くよ、あの人だってだってタバコ吸う方が多いよね、ほんとすぐ外行くもんだっていつも外にいるもんだって、うん、ねえ、じゃない、見てごらん今度ちゃんと放送を、部屋にいる時間の方が短いから、ほんと外でもずっといればと思うよね、本当。そうそうそう、本当。でしょ、外でずっとタバコ吸ってんじゃん。ベランダでずっとさ、あの人。しかも、すごいよ、このタバコの吸い殻の入れが、もうさ、タバコの山なのよ。もう、ブワーって。そうそう、奈々ちゃんも吸いすぎ?ストレスたまるんじゃない?本当。ねえ、そう、ストレスたまんじゃない?本当。ねえ。タバコの山よね、ほんとすごい、こんなモリモリで、うん、ねえ、私最近ちょっと喋れなくなったんですみたいな、喋ってるじゃんって、違うんです、配信がなんかうまく喋れなくてみたいな、大丈夫よパニちゃんはって言ったね、ほんとそうですか、でも私なんかちょっと最近ダメでとかっていう風にさ言ってんのよ、まあ可愛いわと思ってそうよ、可愛いわねみたいな、ほんとそんな風に悩んじゃってみたいな思って聞いてるけどね、話を、一つ下なんだけど私のね年齢の、そうそうね、うん、すごい悩んでるよ配信に対して、あどうしよう、これからどうしていけばいいですかとか、そうそうね言ってるけど、だパニちゃん2年目でしょ、あのね2年目って落ちるのよ皆さん、あこれね WGP ありがとう、そう2年目ね落ちるの、少し私もそうだったから最初、なんでって2年目のジンクスってあるの皆さん、1年目はバーっていう風に行くのよ、そう1年目はビャーンって行くの、うん、大体、うん、バーンって飛んで2年目少し下がるのよ、そう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 、やっぱり周りもやっぱちょっとね飽きてくるのよ、最初面白いって言って、大体そうじゃん皆さん、何でもそうじゃないみんな、うんね、アイドルでもそうじゃない、最初バーンって1年目バーンって2年目からちょっと少し加工していくじゃん、少しだけちょっと加工するか、そのままズルズルボンって落ちるかでしょ皆さん、最初みんな物珍しいからやっぱね、やっぱすぐ来るのよ人が、やっぱり面白いっていう風になってさそうそうそう、うんね、でこうね配信できてないからいいじゃないのと、そう新鮮だ、そうそう、で2年目は少し落ちるんだけど、またね
こう、モスコちゃんもそうだよね。1年目の年はもうバーンって行ったもんね、モスコちゃんは。で、2年目かな、ちょっと少し、ね、ちょっとこう落ちてきたって、そうじゃん。みんなそうじゃない？大体。うん。そうそう。私もあるよ。2年目ちょっと少し落ちた、やっぱり。うん。ガクッとやっぱ落ちて、みたいな。で、また盛り返すから。また皆さん。うん。盛り返す。そうそう。今2年目が一番踏ん張り時、皆さん。それ超えれば大丈夫。うん。ね、私もそうだったから、最初。んマスクちゃん、ネネちゃんとトラブルしたけど、ヒーちゃんともなんかあったの。うるせえねえ、ほんと。ああ、うん、ね、来るね、ここに。ほんと。気色悪い、ほんと、うん。あ、こんばんは。ね、なんかね、もうこういうの嫌い。わかる？何かあったの？とか言って。うん、なんかわかる？知ってるくせになんかそういう風なさ、醸し出して、わかる？言わせようっていう風にするところが嫌い、ほんと。うん、そうそうそう。なんもそういうのがそうわざとらしい感じ。わかる？なんかいるじゃん、そういう人。うん、ね、何かあったの？とか言って、なんか、みたいな。うん、そう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 。ね、いやらしい、ほんと。嫌なことばっか、そうでしょ？この人って。ね、いやね、ほんと。無視しましょう。ね、無視しましょう。ほんと。やだやだ、ほんと、こういう人ってね、ほんと。そう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 。ねえ。ななちゃん、いいの、もう。ななちゃん、ななちゃんは。ね、いいの。私のことは別にどうでもいいの、もう。あなたに関係ないの、もう。ほんと、自分で調べなさい、雑談たぬきに見るとか。ね、聞いてごらん、雑談たぬきの人に聞いてごらん。何があったんですかって聞いてごらんよ。ほんと。みんな知ってるから、大体。アホみたいにずっとへばりついて配信見てるから。朝からバンバンでずっと見てるわよ、ほんと。暇だからみんなね。そうそうそう。あそこに住んでるからみんな、毎日毎日。聞いてごらん。うん。何があったんですかみたいな言って。アホみたいに。そうそう。ね。そしたら向こう、アホみたいに向こう答えてくれる。向こうもね。うん。いいじゃないの、ほんと。ね。うん。暇同士。ね、聞いてごらん、ほんと。うん。そうそう。アホみたいに向こうもほら、答えてくれるから、向こうも。そう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 、うん、ね、どうでもいいんだよ、もうそんなの。そうだよ、もういないんだから、もうほんとここにはいないの、もうほんと。そう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 、うん、そうでしょ、別に。あ、こんばんは。暇に決まってんじゃん、ほんと。ねえ、そんなの。どんだけ器用なのよ、ほんと。ねえ、あそこだって、あそこで書きながら、この放送見ながら、あそこで書きながら、この放送見ながら、ずっと書いてんだから、皆さん。もうほんと、ねえ。もう私なんてできないわ、そんなこと。よくやるよね、みんなね、そうやって。向こうに住んでるよね、絶対。放送見ながら、ぐちぐち書いて。放送見ながら、ぐちぐち書いてね、そうやってリアルタイムでこう書いてさ。じゃない？ほんと。いや、私も放送聞きながら何かをするよ、皆さん。うん、ね、私は違うことにエネルギーを使ったりとかするけど、そんなの。できるのかしら、仕事をしてるわけないじゃん、ほんと。ね、そう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 。そう、バカ同士になり合うのよ、ほんと。私たまに行くもん、あっちに。ひーちゃんのこと嫌いになって、こっちに流れ着きましたとか言ったら、いらっしゃいとかっていう向こう言ってくれる、絶対に。言ってごらん、みんなも。ねえ、うん、ひーちゃんのこと嫌いになりましたとか言ったら、いらっしゃい、ようこそとか言って。ねえ、ようこそみたいな。うん、ねえ、すっごいウェルカムよ。いらっしゃいみたいな。みんなで仲良くしようねみたいな。気持ち悪いみたいな。気持ち悪い。ねえ、ほんと、まあ、仲良くするのはいいけどね、ほんとそこで別に。そうそう、そこしかないんだ、居場所みたいな。この人たちかわいそうみたいな。うん、いや、ここしかないんだなって、うん、自分のその存在意義というか。だって皆さんそうでしょう。ねえ、そう、だってもう自分の居場所があったらあんなとこたまらないじゃん、普通。あんなね、沼地みたいなところ。そうそうそう。そう、居場所がないのよ。見つからなかったのよ。うん。ねえ。そうそうそう。未来には期待できるのかわからなかったのよ、きっと。うん。ねえ。そうよ。あゆよ。
アンソング4よ。ちょめちょめよ。分かった、皆さん。ねえ、倖田來未じゃねえわ。浜崎あゆみよ。ちょめちょめよ。ねえ、山城さんみたいな感じの、そちょめちょめね。本当、あの、バッテンそうじゃない、ちょめちょめって。ねえ。そうそうそう。でもこのバッテンのことも、なんかあの、キキスっていう風に、え、丸バツ丸バツって、え、バツ丸バツ丸って、皆さん、なんか知ってるあれ。ま、バツ丸バツ丸って。あ、WGP ありがとう。これ、キスキスだよね。確か。じゃなかったっけ。うん、ハグとキスだっけ、キスハグだっけ、バツ丸バツ丸ってえ、そうやって言うのよ、なんか、うん、ね、そうだよね、うん、キスハグだっけ、そうそう、そうやって言うんだって、知らないでしょ皆さんそうやって言うんだって、そうなんだみたいな、うん、そう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 、うん、ですって、え、そうそうそうみたいなのよ、うん、ってって、うん、あ、海外の手紙のラストにあるんだ、あ、バツ丸バツ丸っていうの、うん、ね、なるほどね、あ、こんばんは、そうよね、あのね、皆さん話をね、まあめちゃめちゃゴロッと変えることがちょっと話があるんですけど、皆さん、あのね、実は私びっくりしたことがあって、実はね、皆さんびっくりしたことが一つあるのよ、あ、こんばんはね、実は皆さん、私この間ね、レインボーパレード行ったじゃない、レインボーパレード、うん、ね、レインボーパレード行っててね、実はそこでばったり会っちゃって、ばったりと、うん、あのね、20年前に付き合った彼氏と会ったのよ、リュウキさんもいたんだけど、そばに、撮影中に、うん、20年前の彼氏と会ったのびっくりしちゃった、彼氏っていうか、まあなんだろう、まあなんだろうな、彼氏になりそうだ、なりそうになった人、うん、そうそうそう、で結局無理だったんだけど、話した、うん、で向こうが最初分からなかったのよ、あっ、って私言ってね、そしたら向こうが、え、っていう、向こう言うのよ、うん、で、あ、向こうも、あ、どうもって向こう言うのよ、綺麗だねって言われたのよ、私私って言ったのよ、そしたら、あーって向こう言うのよ、そうそう、で向こうね、パートナーいた、うん、彼氏いて、え、何してんのって向こう言うのよね、あなたこそ何してんのみたいな。そうよ、ほんと。滋賀のね、時にいたから、え、何、こっち来てんのみたいな。言ったら、こっちに住んでるんだよ、みたいな。東京に住んでるっていうのよ。みたいな。そうなんだ、みたいな。そう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 。ねえ、ほんと。びっくりしちゃったのよ。向こうね、変わらず、向こうね、ほんと。そうそう。まあ、でも向こうもおじさんよね。そりゃそうだよね、ほんと。うん。だって私は17の時だって向こう27、8だったからね。サラリーマンでね、皆さん。最初。あのね、雰囲気がね、もものつく、東林だっけ？東林っているじゃん。なんか知ってる？あの俳優さんで。ああいう顔してるわ。ちょっと、あの若い時。可愛らしい顔してる。うん。松坂桃李みたいな、ほんとそういう顔してる、ちょっとね、クリッとして唇ちょっとね、プリッとしてて、うん、なんていうの、松坂桃李っていうの、これなんていうのよなんていうのよ、名前なんていうのよ、じゃあ教えてよ、松坂桃李、桃李ね、桃李ね、そうそうそう、あ、桃李ですね、はいはい、どうもありがとうございます、桃李です、桃李で、すっごいイケメンでびっくりしちゃって、サラリーマンでね、すっごいかっこよくてね、皆さんあ、戸田恵梨香と結婚したんだね、あ、いき、まあ、あれか、かっこいいと思うよ、ちょっとポップコットね、ふく、あのね、太ったけど、やっぱね、年いってね、やっぱ、うん、
で最初も私も一目惚れしちゃって、わかっこいいと思って、そう出会い系で知り合ってね。そう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 ね、そうなのよ皆さん、もうねラブラブでね2人、皆さん最初で向こうデブ戦でデブ戦なのよ、もう とにかく太った人がいいって言って、私ポチャポチャしてるから。ヨネクラ何？ナナの旦那さんどっちよ？あ、うさこちゃんありがとうございます。え、どっちなの一体？どっち？うん、ねえ。この馬チクンレースってこれ何なのよ一体？そうそう、これまた新しいやつなの本当。そうそう。で、よかったのよ、最初。で、私もすごい好きだったから、連絡するじゃん。で、向こうがね、私に言うのよ。自分から連絡するから、こうひーちゃんからは、ひーちゃんというかね、私からはかけないでみたいな、まあ、ひろくんかな、ひろくんからは電話しないで自分のところにみたいな、どうしてって言うから、忙しいからこっちもみたいな、なんか怪しいわねみたいな、うんね、思ってたのよ。で車の中になんかね子供のおもちゃがあったのよ、なんだろうみたいな、うん、なんか怪しいわねみたいな、そう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 、うん、なんで子供のおもちゃあんだろうみたいな、このおもちゃ何なのって言ったら、これは自分のね甥の子供のおもちゃって言って言ってて、あそうなんだみたいな、まあ気にしてなかったのよ全く。ある日突然向こうから電話かかってきて、まあ何回か会っていくうちにね、そしたら向こうの方から彼がね怯えた声で、もしもしみたいな、今大丈夫って言うのよ。うん大丈夫って言ったら、ちょっと待ってねって言われて、もしもしみたいな女性なのよ。さみたいな、あなたうちのね旦那とどういう風な関係なのみたいな。よみがえりました皆さん、過去のね思い出が20年前の思い出がよみがえりました。そう結婚向こうねしてたのよ、ドラマみたいでしょ。でも本当に その話本当の話なのよこれ。そうそう、あこんばんは。これね今ね監督見てるから、もしかしたら皆さんね撮影次の映画こういう映画になるかもしれない ね次回の映画ねこれ、実際もしかしたらこういう風な映画になるかもしれない。おねそうなのよ皆さん、もしもしみたいな、あなたどういう関係旦那とって、旦那とってどういうことなんですかって、結婚ね私知ってるのよ彼はっつって、私奥さんなんだけどみたいな、どういう関係なのって言うのよ。いや別にどういう風な関係でもないしみたいな、さもうつきまとわないでみたいな、うんねそうそう、うちの旦那も悪いんだけどみたいな、うんねそう、あなたもね関わらないでみたいな、うんねって言うのよ。そうでもそっちこっちも聞いてないしみたいな話をね、全く知らないしみたいな、知らないわけないでしょって向こうも言うのよ。ああ、わかりましたみたいな。じゃああなたの家まで行ってね、話しましょうかみたいな。あなたのお母様とかにも連絡、家族もいるんでしょって。じゃあ家族にもしっかりと話をした方がいいわねみたいな言うのよ。何この人みたいな。ほんと。ねえ。うん。いや別にいいですよみたいな。じゃあ私も今から警察行きますって言うのよ。えって向こう言うのよ。私未成年だしみたいな。18なんでみたいな。うん。ねえ。そうそう。そちらから手を出したっていう風なことで私警察行きますって言って、向こうちょっと待ってって向こう言うのよ。えみたいな。ねいやそれはちょっと申し訳ないですって向こう急にコロッと変わってね、ほんとちょっと待ってくださいみたいな。やり手でしょ私もね、ほんと。うん、やり手でしょ、うん、で向こうちょっと待ってみたいな。そう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 、うんねそれは困りますっていうの、いやこっちも行きますみたいな、うんねそう知らないんだからこっちはみたいな、うんね勝手に決めつけてどういうつもりみたいな言って、うんねちゃんと謝ってくださいみたいな言って、だから向こうすいませんみたいな言ってね、本当でもうちょっとねまあ、関わるのはちょっと本当にやめてくださいとかっていう風に向こう言われて、わかりましたって言ってね、本当で向こう旦那さんが電話かかって、もしもしもしも、あ彼氏が、彼ってかその彼ね、もしもしみたいな言って、ごめんねまた電話するから、プチって切れたんだけど、そっから向こうから電話かかってきて、もう冷めちゃって、私皆さんわかる、うんね冷めちゃって、
そう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 、うん、ねえ、そうなのよ、向こうにもう、そう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 、うん、嫌でしょ皆さん、冷めるでしょ、もう連絡来るわけ、うん、ねえ会えるみたいな、お無視みたいなねえ無視、うん、そう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 、うん、ねえ、あと匿名さんありがとうございます。で掲示板に私が投稿すると、まあ文章が分かるんだろうね、どういう風な、私の文章ってなんか分かりやすいらしくて、あの会えますっていう風に向こうから連絡来るのよ、なんかね、僕はサラリーマンなんですけどみたいな、よかったら会えるよみたいな来て、じゃあどこどこに来てとかっていう風に言ったら、また彼なのよ皆さん、分かる、向こうが、もうね、私となんか会いたいがために、もうね、わかる、出会い系の掲示板とか探してる私を、でメール送ってきて私のところに、まあ匿名メールかなんかで来るじゃん、やっぱ皆さん、で、あのその待ち合わせ場所にいるのよ彼が、また何なのみたいな、あなたみたいな、そうよ本当にあの話したいしね、あの本当に好きなんだよみたいな、いやでも私はもう嫌だって言って、奥さんいるでしょって言って、奥さんいるんだからダメよみたいな言って、そうそう、奥さんとは別れるからみたいな、もういいよそういうドラマみたいなやつは、もうそんな話あるわけないでしょみたいな、そういうことね、奥さんと別れるってね、もういいっつうのよみたいな、いるじゃんそういうのあるあるでしょ皆さん、大体奥さんとね、そういう別れるからね、そばにいてほしいみたいな、もう男ってそういうもんじゃん、ぶっちゃけね、何がそんな別れてんの、一緒になりましょうよ本当ね、男となんで一緒になるのよみたいな、そんなの、そう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 、しかも子供いるんだって2人も、うん、ねしっかりしろよって私言ったのよ、本当子供2人いるんだったらね、ちゃんとしたパパになった方がいいよって言った、私はそんなのね、本当男遊びなんてみっともないわって言ってね、そんなの結婚しててね、そんなの、うん、ねダメだよそんなのはって私言ったの、お説教したのよ、ダメよみたいな、そんなの、そうそう、うん、ねひどいでしょ、だって皆さんそうそう、で何年か経ってね、いつかな私、あだから一回ね 5,6 年前に一回会ってんの、また久しぶりに、うん、ばったり会ったのよ、わって言ってね、本当、そしたらもうその時に別れたって言って、奥さんと別れたって言って、うん、涙が出てきた、なんでよ、うん、別れたってなんでって言って言ったら、なんかもうね、自分のなんかそういう風な性癖みたいなものをやっぱね通したいみたいな、だから自分がゲイだっていう風なことを通したいし、やっぱりそういうね、あの嘘つき続けて、あの結婚生活するのもやっぱ良くないと思ったからみたいな、でも別れたって言ってね、で、あの養育費とかは払ってるしみたいな、あそうなんだみたいな、まあ、それはそれでいいんじゃないって言ってそうそうそういや本当に別れたんだって奥さんとね、えそうなんだみたいな、へえみたいな、うん、そうそうそう、まあそれならそれでいいんじゃないって言ってね、終わったのそれで、そしたら昨日ばったり会っちゃってねえ、東京住んでるっていうには、もう彼氏と一緒にもう住んでるって言って、あそうなんだみたいな、うん、そうそう、昨日ね、本当、うん、なパートナーってどういうことよ、うん、ねえ本当びっくり、そうそう、運命なわけねえだろ本当そうそう、どんだけあるのよ本当縁はあるのかしらって、いやねえだろ本当、そうそうそう、うん、ねえやだわそんなもん、男に決まってんでしょ本当そうそう、あパートナー男の人よ、うん、ねえ、だからもうゲイとして生きていくみたいね、うん、でもいるそういう人、うん、ね、最初はあのバイでね皆さん、うん、ね、そうそうそう、まあ、芸に染まっちゃってね本当うん、ね、わかる皆さん、うん、そうそう、皆さんのねご主人も気をつけてね本当
ねえ、あ、旦那を捨てたの？本当。ねえ。え、でもさ、浮気とかしてるかもしれないとかって疑ったことある？みんなも。ない？そういうのって。どう？うん、ねえ。私はね、なんかね、感じたのよ。浮気してるかもしれないっていう風な直感があったのよ。なんかビビビビッと来たことがあって。ある？なんかあるよね、そういうの。なんか匂いがわかるよね。私も女じゃないけど、なんかね、わかるの。よそよそしい感じがわかるのよ。急に優しくなったりとかしちゃって、彼がね、なんかおかしいわみたいな、なんか匂いがするわみたいな、絶対なんか裏でしてるわと思ったら、なんかね、やってたんだよ、うん。そうよね。え、うん。見てたらすぐわかる、うん、ね。そう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 。なんかさ、私以前にね、あれが、あの、皆さんね、あの、あれ、あの、浮気がわかるスプレー知ってる？なんか私以前ね、やったことあるの、それ。そうそうそう、精子、パンツに精子がついてたらわかるのよ。そうそう、パンツにその精子がついてたら、シュッ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 ってするじゃん、スプレーをしたら浮いてくるんだって。シュッ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 って。うん、ね、あれ。知らないの？シュッシュッシュッって。なんかあるよね。精子の部分。もし精液がついてたらわかるの。シュッ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 ってパンツに吹っかければ。調べてごらん。あれ。ね、わかるよ、確かね。売ってるよ、それ。アマゾンかなんかで売ってるよ、それ。うん。持ってたんだ、スプレーのやつを。ある。うん。それ言っていいの、これ。あったよ、シュ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 って。うん。共有見せてって言ったら大体わかるの。あ、こんばんは。一人でやってるかもしれない。あーね、大体ね。はいはいはい。一人で女にってこと？う、漏れちゃう人？だって精子なんて漏れる、が、その精子、おしっことか。いや、漏れちゃうってどういうことよ、ほんと。じじいじゃないんだからさ、ほんと。なんていう商品名かちょっと忘れちゃったんだけど、ねえ。あの、浮いてくるってのはあるよね。そうそうそう。ねえ。うん、仮想研。ねえ。面白そうね。ねえ。そうそう、面白そうね、それね。シュッ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 って言って。うん、ねえ。正規が浮いているわ。浮気してるに違いないわ。って言った。そうよ。実験してほしいの？あ、今度？あ、あれね、ほんと、ねえ。そうそう。精子？うん。ねえ。皆さんどういうふうに浮気を調べたの？携帯電話を何、盗み見したの？それとも、何、こう、探偵かなんか雇ったの？もしかして。探偵雇う人もいるみたいよ、ほんと。浮気かなんかでね、してるかどうかっていうのを探偵雇ってね、ほんとに。もう一日ぐらいびっしりもついてもらって、やってもらったとかあるみたいね、ほんと。そう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 。ねえ。泳がせるの？あ、泳がしとく？とりあえず。浮気してるのを知ってて、って、ほっといたの？浮気してんのに。あ、そうなんだ。なるほどね。でもそれ、すごいね、ほんと。なるほどね。うん。どしっと構えててね、いいね。そういうのね。うん。そうそう。うん？共有見せて、何？共有見せてって何それ？うん？ボコボコにしたのバレて。本当バレてボコボコにしたの？殴って。そういうの好き。そういう、いいわね、本当そういうのね。え？セックスの何、仕方が変わって気づいたの？あ、そう。どういう風に違ってくるの？セックスの仕方の違いって何それ？うん？そうそうそう。パンツをこれ裏返しかな？うん、ね。そうそうね、すごいね、それね、本当。私もビンタしたの？あ、浮気しててってこと、バシンってやって、ほんと。あ、そう。あ、騒ぎ立ててもその時は無駄かなと思った。あ、なるほどね。そうよね、ほんと。子供もいるとね、なかなかね、そんなね、できないもんね、ほんとね。そうそうそう、子供のためにとかっていう風に考えたりとかもするしね、前のこともね、考えたりとかね、ほんと。そうよね。うん、共有見せてもらったら、何、 LINE とか頻繁に連絡してる人が出るから。あー、そんなの分かるの？怖いね。うん。あ、そう。浮気じゃなくてロリコン好きになるのが分かったの？女装してるとかね。
裏でね、女装してるとかいるらしいよね、そういうのね、女装で。うん、だって私あの花さんいるじゃん、あのミルキーの秋葉原のいつも女装させてもらってるところ、あそこほぼのんけさんなんだって、女装するの。おじさんとか来るんだって、みんなね、普通のサラリーマンとかが仕事終わって来るんだって。だからなんかそういうのもあるかもしれないもんね、女装がね、ちょっとハマっちゃってみたいな。ね、どうする、皆さんそれ調べたらね、帰りが遅いわって言ってね、ほんとどうしたのかしらって言ってね、探偵雇ってみようかしらって探偵雇ってみたら、まあなんと女装がね、趣味でそういう風な女装のサロン行ってたみたいなさ、みたいな、嘘でしょみたいな、そういう、ほんとそこちょっと追求するタイプ、これ何みたいな、あなた女装してたのみたいな、こんばんは、何よこれみたいな、そういう、ほんとこういうのが趣味だったのみたいな、うん、ね、そういうのは目をつぶってあげるって感じ、うん、そう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 、うん、複雑、ご主人がそういう風なんだったな。カカオが何、アインストールしてるから、あ、カカオね、あ、そうだよ、一回でもカカオ、そうだよね、ダウンロードしちゃったら分かるよ、なんか出てくるじゃんね、一回落とすとね、皆さんアインストールしても出てくるよね、確かやってたっていうの分かっちゃうもんね、あれ携帯見てやろうと思ったらさ、大体、あ、そうよ、そうよ。そう、カカオって皆さんやってるの大体ね、浮気してるわ、あれ。そう、カカオすることなんかまずないから、皆さん、普通は。うん、ね、そう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 、あれは、大体、怪しいよ。カカオやってますって大体ね。そう、韓国のやつ。おぉ、ね。浮気用のアプリなのって、まあ浮気用、まあ使い分けてる人いると思うよ、多分絶対 LINE とカカオって、私は LINE はひろきなのよ、皆さんね、ただそういう出会い系とかそういう人とも知り合うんだったらカカオの方教える、こっちは女装の方なのよ、ひろみっていう方なのよ。そう、ひろみでね、うん、こっちの方教えてるよ。うん。女装の方ね。こっちの方交換しましょうっていうなるけど。そうそうそう。うん。ね、やったりとかするけど。そうそう。いやーね、ほんと皆さん。ね、まあそういう風な話で皆さんね、レインボーパラドであったのよ。ね、昔の彼氏ね、皆さん。ね、そうそうそう。懐かしかった。みんな20年前に、あーって言って、あらーって言って。そう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 。ね、久しぶりね、とかっていう風に言ってね。で、向こうも彼氏って言うのよ。龍騎さんいたからね。うん、あ、違う違うとか言ったけど、あの時私もそうよっていう風にさ、言っとけばよかったよね。ね。彼氏って言われてね、龍騎さんのこと、ね、そうよそうよっていう風に言えばよかったわ、本当。でもね、多分みんなは、多分周りの人は、多分私と龍騎さんのこと、多分カップルだっていう風に多分ね、思ってる人多分いただろうね、あの雰囲気だとね、男2人でね、あんなけそう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 ね、うん、女装好きゲイとね、わかる、あの頭ハゲ散らかしたね、派手めなレインボーのなんかその服着てるね、男とおっさんと、うん、そうそうそう、うん、お似合い、龍騎さんと、いや、うん、ね、この中で誰かいないよ、男の人、ね、誰かちょっと、私とちょっと誰か、ね、ほんと、お付き合いしませんか、ほんと、ね、うん、そうよ、でしょ、あ、こんばんは。藤見ちゃんの彼氏もいい人だよね、思わないね、私のところにもアイテム投げてくれてさ、ほんと、優しいよね、藤見ちゃんの彼氏ね、ほんと、自分で会社を経営してるっていうのよ、まだ若いのにね、ほんと、そう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 、ねえ、でしょ、うん、そうなの、優しいのよね、ほんと、いい彼氏に出会ってよかったわね、ほんと、でしょ、うん、のんけじゃないわよ、ゲイの人よ。誰かいない、皆さんこの中で男性手挙げて、ほんと、そうそう、うん、藤見ちゃんがわざわざね、皆さん縁結び神社にさ、わざわざね連れて行ってくれたのに、ほんとね、私誰もいないじゃん、ほんと、誰も、でしょ、
藤見ちゃんは付き合った。パニちゃんだって去年はね、付き合ったでしょ ?2 人ぐらいさ。あ、1人だっけ?ねえ、彼氏いたじゃない。ねえ、うん、そう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 。奈々ちゃんだっていたしね、こないだ。私ぐらいじゃない?いないの、このもう最近直近でいないのって。なんなのよ、ほんと。私誰もいないんだけど、ほんと。まったく。ねえ、私頑張って出会い探してるよ、ほんと。アプリとかでね、ほんと頑張ったりとかして。誰かいませんかみたいな。よかったら一緒にあのお付き合いしませんかとかっていう風にさ、募集かけてみたりとかしたけど、誰もいないのよ、ほんと。でしょ、マッチングアプリでもそうよ、ほんと。ねえ。わかる?マッチングアプリでね、こう見るわけよ。ねえ。あら、素敵とか、右とかね。ああ、ちょっとおじさんっぽい、デブはいや、左とか。あ、イケメン、右、イエス。ね。あ、ちょっとおじさん、ブサイク、ノーとかね、うん。あ、こんばんは、ダメ、ダメ、いける、いける、ダメ、いける、いける、ダメ、いける、ダメ、いける、いける、とかね、わかる?いける、ダメ、いける、とか言ってね、こうわかる、こうね、こうやって、こうやって。うん?いや、そんなのあるのよね。アプリで。そうそう。ねえ。ああ、もういける、あ、いけない。ああ、いける、ああ、めんどくせえ。ああ、もう、もう、いや、わかる、もう、イエス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 、よ。ほんと。そうそう、シュ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 よ。もう誰でもいいからお願いマッチしてーっていうふうにすんのよ。いやーって言って、言ったらマッチしましたって、やったー誰ーって言ったら、ね、こんな顔よ。おじいちゃんみたいな人よ。70代の。うわ、何この人みたいな。気持ち悪いと思って、ほんと。そうそう。うわ、何これって言った。そうよ、ね。無視よって言って、もうほんと無視するんだけど、メール来るのよ。ね。こんにちはって来るのよ。ほんと、ブロックよ。もうほんと。ああ、こんなのしかマッチしないなんて、ほんと。ふわーよ。いやーよ。そうよ。勝手にね。勝手にね。ほんと。そう。イエスイエスってしたのにね。ほんと。ね。ねえ。ほんとよ。ブロックされるっていうね。かわいそうだわ。ほんと。確かにね。ほんと。ねえ。うん?ほんと。出会えないんだからしゃあないもんね。ほんと。うん。でもさ、やっぱりさ。私思うけど、マッチングアプリよりもやっぱあった方がやっぱいいよね。うん、昔ながらのやり方でやっぱり皆さんね、うん、何がわかる、マッチングアプリで。皆さんそう思わない？うん、どうせ顔だけでしょ。そんなの容姿とか顔とかで判断するだけじゃん、結局。そうそう、やっぱ人間性っていう部分ではさ、やっぱそのどっかで、やっぱ飲み屋さんかどっかで会ってお話しして、あ、この人いい人だなっていう風に思って、お友達になりたいなっていうところからやっぱ始まるわけじゃん。やっぱり顔とか声とかさ、でしょ、皆さん。だってマッチングアプリでさ、あってさ、うわ、こいつなんかないわっていう人結構いるで、これ。そう、話が弾むとかね、やっぱ。でしょ、皆さん。そうそうそう、話のノリが悪いわとかあるじゃん、なんてね、ほんと話してるとさ、ほんと。ねえ。なんか私ばっかり話を振って、この人なんか一方的にふんふんしか言ってないわ、みたいな。話つまんないわこの人みたいな、わかる、こっちばっかり気を使ってなんかもうしょうもないわとかね、あるじゃん、なんかちょっと。でしょ、なんか話こっちしてるの、携帯電話触ったりなんかしても、この人やだわ、自分の話ばっかりしてみたいな。でペチャペチャ、あなたの話ばっかり聞くのも疲れるのよみたいな。あーすごいですね、そうですかってね、最初あーすごいですねとかって言って気ぃつくけどさ、もうこんなのめんどくさいわみたいなね、つまんないわみたいな。そう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 、うん、あ、なんか買ったるよわみたいな。そうそうでしょ皆さん。そうよね、あーだるいわみたいな。そうそうね、婚活パーティーみたいなやつを、あー婚活パーティーね、ガチのやつか。うん、婚活パーティーあるのよ皆さん。うん、でも婚活パーティーもね、よし悪しよ。まあいいんだけど、婚活パーティーもね。うんうん、そうそう。ちょっと よし悪しなのよ。これね、皆さん。何かと申しますと、皆さん。やっぱね、その瞬間はいいのよ、皆さん。
もう分かる皆さん。さあ皆さん、世界の中で例えば皆さんがね、まあ例えばね、皆さん周りに10人しかいないとしますね。この中で相手を選びましょうって言ったら、とりあえずこの人っていう風になるけど、皆さんその瞬間はね、うんね、じゃあそのもうそこの閉じ込められた部屋から解放されますってなったら、別にその10人じゃなくて別にいいのよ。だって皆さんその場の瞬間はその人かもしれないけどね、そうそう、選択肢がないからこの人っていうだけで皆さん、うんね、いいなと思うだけで、別にそれを別に解放されたら別になんか他にもいっぱいいるじゃん。だって他にもいるから別にいいかなみたいなそういうのあるよね、結構そういうのあるらしいよやっぱりあるんだったそういうの。そう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 、うんね、でしょ、うん、この人って選ぶんだけどさ皆さん、結局やっぱ自然の流れが一番かしら、うんね、皆さんやっぱり地道よね、こういうのって地道、うんね、やっぱそういう飲み屋さんとかなんかやっぱそういうところじゃない、やっぱね、あったりとかしてさ、ちょっとそうそうお話ししてみてね、本当、うん、え、婚活パーティーは顔とかよりも年収見られてるっていう風に聞いたことある？金ってこと？女の人ってこと？おりゃそうよね、お女性でしょ、おりゃそうよ、なんで結婚してまでそんなさね働かないといけないのよ、ほんとね、がっつりとね、もう女の人は違うのよね、ほんと、そうそう、安定した生活を望みたいのよ、ほんと、もうね、そんなわざわざ結婚して貧乏とかやだわよ、ほんと。そうね、なんでひもじゅう思いしないといけないのよ。ねえ、皆さん、そりゃそうよ、だって。結婚、私もそう、もし私がもし女性でした。ね、年収、そうね、だいたい、年収でだいたい、まあ、いくらぐらいから年収ね、まあ、だいたい望むところでしょ。やっぱ1000万は年収欲しいわね。ね、旦那さんでね。車があってマイホームがあってね、ほんとね、建ててもらいますね、車持ちます、うん、あ、こんばんは、港区女子みたいな人、最近港区女子じゃないのよ、あれ嘘つきよ、ほんと足立区なの、ほんとあの人たちは港区女子っていう風に偽ってるだけ、あの人たちは嘘つきよ、ほんと、うん、ね、そうそう、あ、済ましてるけどね、ほんと本当の正体は足立区よね、え、本当の正体出しくよ、うん、ね、そう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 、そうや、あんなの済ましやがって、本ね、みんな得意女子よ、本当、自分たちはちょっと少しお高く止まってるっていう風にこと言いたいんでしょ、どうせあいつらは、でしょ、うん、ねえ、済ましてんだよ、本当、そうそうそう、ねえ、そうそう、でなんか私ちょっと妊娠してね、子供産んでね、わかる、そう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 、うん、はじめまして、何 YouTube の方でアップした宅飲みを一緒にした人はもう会ってませんね、全く、うん、ね、そうそうそう、でね皆さん、まあガーデニングしたいとかね、わかる、ちょっと子供育てながらね、ガーデニングしたいとかしてさ、ね、お庭の手入れしたいとか、まあお庭、私多分会っても多分ボーボーだと思うけどねえ、私お庭持ったら大変だよね、本当ね、お庭あったら大変じゃねえ、ほんと。うち、ボーボーだと思うよ、ほんと。いっぱい、なんかもうジャングルみたいなと思う、そのうち。手入れもせずにね、ほんと、だと思うのよ。犬を飼って、犬、ワンちゃん？ワンちゃんなんか警察犬とかいいね、ドーベルマンとか。ねえ、ドーベルマンとかね、ほんと。どう？そう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 、なんでってな、強そうじゃん、なんかねえ、番犬に、番犬にワンワンとか言ってね、ほんと噛みなさいとか言ってねえ、いいさーって来ましたーって噛みなさいって言ってあーってパニちゃん噛まれるのガブガブっつってそうそう、中村くんも噛んでもらってね、噛みなさいって言って噛みなさいっつってねえ、そうよ、でしょ、いいでしょ、ほんとね
そう、攻撃しなさいっつって悪者よっつって覚えさせてね、犬にあれは、ま、悪者よって言ってね、ほんとちゃんと覚えさせてね、ほんと頭賢いから番犬だから、そうそう面白いですよ、ほんとそうそうそうね、えどうかしら、ほんとねえいやそういうのがやっぱねあるからね、ほんと私そりゃそう、やっぱお金がある人がいいに決まって、私だってそうよ、ね、あ、観覧車ありがとうございます。お金があるってことは皆さんさ魅力的なのよ、仕事ができるんだから、だって皆さんそういうことでしょう、だって夢だけでお金がないってよくない、やっぱり皆さん喧嘩するから、やっぱりでしょ、揉め事ってお金じゃん。だって結局、その、綺麗事じゃない。皆さん結局、お金がなくても、愛があればいいのよとかって言うけどさ、本当本当にそうなのって思うじゃない。本当だいたいそうだもん。ね、愛してるだけじゃん。やっていけないわ。そうそう、皆さん。でしょ？財力があるって皆さんさ、男よ、やっぱり。魅力的、やっぱそういうもんよ皆さん、稼げるんだから、稼げる力を持って魅力のある男よ皆さん、うわー素敵ってやっぱり思われる、やっぱりね、うらそうよ皆さん、うわー素敵って稼げるんだって言って、やっぱね光ってる、やっぱ稼げる人ってやっぱ自信に満ち溢れてるのよ、やっぱね、その本人はやっぱり、じゃない、なんかもう自信があるもん、なんかもう本当にある人ってなんかもう本当にそう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 ね、ねでしょ、ひーちゃんにはなんでお金のない人ばかりね、ほんとなんでかしら、もうほんとチャモーレとか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 ね、ほんと、魅力的な人は婚活パーティーに行くと思うよ、だから婚活パーティー、そうそう行くわよ、ほんと、ね、そうそうそう、お金でこう寄ってくるっていろんな女性とこう接点あるけど、じゃあ本当になんかこう本当の自分を見てくれる人ってどこにいるのかしらっていう風な自分探しで、多分そういう風な婚活パーティー行く人もいるんじゃない、もしかしてちやほやなんかもうね、そういう風にさ周りからされるけどみたいな、そう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 でしょ、結局は、ね、いるかもよそういう人もしかして、ね、高級の婚活パーティー、あーそうね、婚活パーティーね、ほんとでもなんかあの自衛隊の婚活パーティーもあるみたいよ、警察の婚活パーティーとかね、なんかあるみたいね、皆さんなんかあるよね、なんかそういうの探せば、なんかあるみたいよ、探せばなんかそういう風な出会いじゃないけど、そうそうね、いいんじゃない、ね、自衛隊とかねえ、ほんと。でも自衛隊も大変よね。なんかもしなんかそういうふうなことがね、そういう災害とかあったら行かないといけなくなっちゃうからね、皆さん、ほんと。でしょ？あ、KP ありがとうございます。大変よね、ほんと。そうそう、そういう奥さんとかはね、ほんと。そう、転勤族だしね、ほんと。でしょ？そう、戦争に行っちゃうかもしれないもんね、もしかしたらね、そういうふうにさ。なんか、あんまり家にいないイメージなの、ねえ。あ、WGP ありがとう。そう、WGP ください、皆さん。嫌なの？別に。別にいいじゃないのよ。妄想で今ね、楽しんでるだけなんだから、皆さん、私はね。まず、相手もいないんだからさ、相手も。相手もね、ほんと。誰かいない？男性の人。さっきまでなんかわらわらとか言って男性いたのになんか急にピタッっていう風に消えちゃうからね、ほんとこういう風な話するとさ、ほんと、あ、お金の話でなんだけどさ、なんかリリちゃんだっけ、リリちゃんだっけなんか捕まったわね、あの人なんかの実刑判決かなんか食らったでしょ、あの金詐欺してた人、あの女の人よ、なんかYouTuber かなんかの人知ってる、いただき女子の人、なんか実刑判決今日ニュースかなんかで見ててね、9年、実刑9年ってやばいね、ほんと。9年間なの、ほんと。もう、まだ20歳かなんかじゃなかったっけ出てくるときもう30だよね。お疲れって感じ。ほんと、ね。そうそうそう。お疲れさなんて感じね、ほんと。10年を無駄にするわね、ほんと。
いや、まだだってまだ20歳かなんかでしょ、ほんと。出てくるときいくつだろうよ、ほんと。30だもんね、だって。うん、あ、30過ぎちゃうわね、ほんと。まあ、10年ね、一番いい、いいね、青春の年を。うん、そうよね。しかも800万なの、罰金。え、罰金800万ってことは、それも払わないといけないんだ。ねえ。え、800万どうやって払うの？そのお金だって全部使っちゃったっていう風になったらどうすんの、その800万どうやってその、あのね、どうすんのそれ。800万は労役で払うの？労役で払うんだ、それも800万を。うん、ねえ、生い立ちが不幸なの？生い立ちが不幸でもね、そういう風なことしちゃいけないと思う、やっぱりね。うん、しかもさ、なんか男も男よね、ほんと。得体の知れない女にさ、そんなさ、熱上げてんだよ、そんな数千万とか三つ子とかさ、ほんと。どうなのそれって一体。ねえ、知らない人なのに、ほんと。うん、じゃない？男の人も。いや、よくないけどね、リリリさんも。でもなんかあの、ねえ、男の人もダメだよね、ほんと。あの人たちも。うん、そうそうそう。だって付き合ってたって言ってもね、4ヶ月ぐらいなんかお付き合いがあったとしてもさ、お金の話してくるんだよ、皆さん。うん、50代男性なんだ。うわぁ、まあなぁ。20代かなんかそこら辺の若い子と、まあそうだよね。ああ、まあ、そっか。ああ、なるほど。そこでまあ夢見ちゃったのかな、やっぱ。うん、だよね、きっと。うん、50代が20代、いや、わかんないわよ、ほんと。おじさんフェチいるから。うん、そうそうそうね、若い子おじさん好きな人いるからね、結婚おじさんフェチみたいな人。そうそうそう、まあ、なきにしもあらずよね。うん、あ、 WGP ありがとうございますね、ほんと。おじさん、しかもおじさん金持ってるじゃん、やっぱね、4000万とかね、ほんと。そのお金全部渡すなんて。そう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 。ねえ、そんな金よく貸した、あの、あげようと思ったわね。貸そうと思ったわね。そんなお金を。そのお金よく引っ張ってこれるよね。ほんとに。ね、でもさ、皆さんね。あ、生命保険を解約したんだ。お付き合いしてる。でも一応お付き合いはしてたんだよね。うん、ね、お付き合いに。そう、しかもそのホストにお金を使ったっていうね。うん、ね、脱税のな、容疑マンでしょ。脱税はどうなるの、皆さん。税金の件はどうなるの。税金は何、出てきたらどうなるの。税金はじゃあ、あの 1.5 億円のお金の脱税の容疑もあるわけじゃん。そのお金もどう、それも払わないといけないの、出てきたらってこと？地獄だね、ほんと。地獄。ね、罰金のお金もあるわ、脱税のお金もあるわ、もうほんとさ、どうなんだろう。ねえ。延滞もかかるよね、ほんと。どうなんだろう、ほんと。そこら辺は何、もう免除されるのかしらね。入ってるからね。あの、牢屋の中に入ってるから。でもね、1億5000万でしょ、皆さん。いくらなのよ、税金って感じじゃないの。いやいや、じゃ払わないと思うよ、もう。いや、じゃなくてよ、皆さん。だって 1.5 億円でしょ、そう、だって税金かかるわけじゃないの。いくらなのよ、ほんと。税金が。いや、やばい金額だよ、ほんと。数千万よ、お金。どうやって払うのよ、そんなお金。そうよ。出てきてもね、皆さん。うん、支払い能力 なしにできないの。自己破産できないから、税金ってね、皆さん。WGP ありがとう。そう、自己破産聞かないから、ずっと払わないといけない。うん、アメリーゴーランドありがとうございます。うん。そうそう。だってもう利息だけですごいんじゃないの、きっともうね、皆さん。いや、ほんと。1ヶ月どのぐらいの利息ついちゃうんだろう、ほんと。そんなお金だったらね、皆さん、待っててくださいってできるけど、そのお金すごいよ、絶対ね。待つだけでもお金どんどん溜まっていくから、ほんと。いや、地獄だね。彼女は出てきたらまたさらに地獄が待ってると思うわ。
絶対。うん、ねできないね、悪いことね、皆さん、本当できない。うん、ね本当身をもって証明してくれたわね、彼女が。そうそうそう。うん、いや、生き地獄だよ、皆さん、もう本当ね、入ってて、みたいな。罰金のお金も払わないといけないし、みたいな。ね、それで済んだらいいけどね、皆さん。済まないもんね、それだけでまた。本当、また入って、そっか出てきて、みたいな。うん、ねでも、そういう人はまたそういうことするんじゃないかな。うん、ね一回、そういう甘い蜜を吸っちゃうと、懲りないじゃん、そういう人ってね、また。うん、ねそう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 、うん、どうなんでしょう。っていうかさ、あのひどんなみたい、うるせえな、2回も3回もコメント打って、何がひどんなみたいに、ほんとねえ、うん、私になんか恨みでもあんの、ほんと。そうそうそう、うん、ねえ、私が何してんの、騙したってこと、お金を何騙して、何みんなから巻き上げてるってこと、どこが巻き上げてるのよ、ほんとねえ、全然よ、ほんと。ねえ、そうよ。今日まだあの4000円よ、皆さん。私ね、ほんと。4000円巻き上げてるんだったら可愛いもんじゃないのよ。ねえ。皆さん、お願いします。アイテムをね、愛しているわ、ほんと。こんばんは。ね笑わないで、ほんと。ナイスを押して、ナイスを。ナイスも少ないし、ほんと。アイテムもちょっと皆さん、ちょうだい、ほんと。あ、ヨッピーちゃん、ありがとう。いいねもありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。あ、ひまりちゃんもありがとうございます。ん？どうしたの ?165 号さん、何一体。流れちゃったよ、コメント。なんて言ったの一体。うん、ね。なんて、うん、あ、ありがとう、ありがとうございます。ひまりちゃん、あ、萌えちゃんもありがとうございます。かか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 かありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。でもさ、なんかこう、親しい中でもさ、皆さんね、あ、ジェイちゃんありがとうございます。かか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 あ、富士急ね。富士急多分6月かな。5月は北海道行っちゃうしね。10日間。ゴールデンウィークがあって、そのゴールデンウィーク終わったらもう北海道の準備して10日間北海道行っちゃうでしょ？で、帰ってきてみたいな。また、で6月が入ってみたいな感じでしょ？ 6 月ぐらいかな、富士急ね。うん。うん？どこに一周するのよ、北海道一周する。うん。そう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 、うん、こう一周しようかなみたいないいでしょ北海道、なんか人生でなんかそういう風なの回ってみたいなと思ってね。皆さん東京ばっかじゃね、やっぱり、うん、他のところの世界もさ、やっぱ見た方がいいでしょ、やっぱり、うん、一人で行く、車でね、レンタカー借りてぐるーっと回って、そう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 、うん、ね、うん、でしょ、一周しようかなみたいな、うん、北海道できんなのもううるさいな、ほんと。ねえ、あなた消すからね、ほんと、後で。ほんと。ねえ、うん、もう、もうしつこい、ほんと。面白くもないし、ほんと。ねえ、うん。出てこないで、ほんと。ねえ、うん、どこどこ一体、うん、もう邪魔邪魔、ほんと。ねえ。はい、もう消しますよ、ほんと。ねえ、はい。はい、ブロックタイム。ねえ。ブロックタイム、うん、あ、マリエちゃんありがとうございます、ありがとうございます、いつでも準備 OK よ、ミサイル OK、うん、ね、いつでも、そうそう、うん、ね、テポドン OK、うん、こっちは準備 OK、 あ、カボチャありがとうございます。でもさ、親しい中にもさ、やっぱそういう風なお金の話はしちゃいけないわよね。貸してほしいとかそういう風なことはさ、しちゃいけないっていう風なことを私、母から聞いたことがあってね。あ、ひろこちゃんありがとうございます。パパンパンパンパパパンパンパンパパパンパンパン。どやさどやさ。どやさ、ありがとうございます。あれ、今日撃ったっけ？北朝鮮って。またミサイル撃ったの？ねえ。またミサイル撃ったの？ボットン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 撃ってるの、あれ。
ねえ。あ、そうなの。ねえ。あ、撃ったの北朝鮮また。お金もったいないね、ほんと。あれどのぐらいのさ、あれだろうね、皆さんねえ、人が助かるんだろうって感じよね。なんかあの北朝鮮の国民が2年間食べれるぐらいのなんかあれなんでしょう、確か。なんか1回撃つごとになんか言うよね、助かるみたいな。ね、上をなんかしのげるみたいな。そう、なんかそうやって聞いたよ、なんか助かるみたいな。ね、あれをなんか撃つだけで、みたい、一発撃つだけでね、ほんと。そうよ、あれね、何したいの、撃って。脅し、あれ脅し、ほんと。暴動起きるわけないじゃんね、皆さん。すぐ殺されるわ、ほんと。すぐ殺されるよね、ほんと。あそこなんて、ほんと。そう。もうバレたらもうすぐ殺されるよね、ほんと。そうよ、ね。だってもう、お互いにもう密告し合うんだって。例えば友達だとするじゃん、皆さんね。私が、そう、マイマイとかに言うじゃん、マイマイみたいな。あの、キム・ジョンイルなんかもう何なの、あの人みたいな、ほんと。ねえ。あの人の体制やだわ、みたいな。あの人のせいで全員餓死するわ、っていうふうなこと言ったら、マイマイがね、警察に、あのねえ、みたいな。ひどんなきゃー、みたいな。そうね。悪口言ってたわよ、みたいな、いうふうなことを、まあ言うわけよ。ね、警察に。そしたら、私が逮捕されるわけよ。わかる、あなた悪口言ってたわね、みたいな。そうよ。ねえ、そこで批判したんで死刑みたいな。ねえ、そうだよね。北朝鮮のそういう風なね、キム・ジョンイルのことをそういう風なね、非難したので死刑とかね、処刑とかされるよね、確かね。そう。本当よね、殺されるよね。公開処刑みたいな。わかる？十字架みたいな木に吊るされてね、本当。みんなが見てるところで、ね、もうあれだよね。銃かなんかでね、殺されるんだよ。ほんと。そう。で、絶対強制なんだよね、みんな。住民全員強制で行かない人は裁かれるの、また。なんで行かないのみたいな。ね、行かない人は何なのみたいな。そう。全員行くの、ほぼ。周りの住人全員行くのよ。強制的に行くの。絶対に行くんだって。必ず。その死刑の部分を見るんだって、みんなで。子供もみんな、お年寄りも全員関係なく。あれやだよね、ほんと。で、殺されて、そういう風なね、例えば、泣くじゃん。うわーとか、なんかこう、おえつみたいな、こう泣いたりとかしたらダメなの。それも、言われるのよ。そう。言われたり、ね、裁かれるの、ほんと。それも良くないのよ。泣いちゃいけないの。そう。なんかそうやって聞いた、私。そう。で、その家族の言ったら3代だから、自分子供とか、わかる、例えば上のおばあちゃんとか、そういうの全部あれだよね、処刑されるんだよね、確かね。そういう風な判決下ったってことは、もうその言った家族を全部ね、もう潰すわけよ。根っこごと全部ね、潰しちゃうっていう風な考えなの、あそこの国は。確かそうだよね。そうって聞いたよ。ねえ。じゃないの？そう、そのぐらいするから、皆さん。ねえ。そう。そういうね、そういう統治でやってんのよ、皆さん。そう。ねえ。根絶やしみたいな、もうなしにしちゃうの、全く。根をもう出させないみたいな、もうほんと、殺しちゃうの、全員。脱北しても殺されるよね。脱北した家族ももうあれだよね、確か。そういう収容所とか、なんかそういう風な刑務所かなんかに入れられちゃったりとかして。そう。ねえ。いやーね、よかった、日本で。皆さん、日本は自由ね、ほんと。分かった、皆さん、日本はいいわね、ほんと。いいところよ、日本は。そう。ねえ、ほんとよ、皆さん。まだ日本はいいところよ、皆さん。なんだかんだ言ってね、そうよ、皆さん。日本は自由よ、皆さん。ねえ。いや、なんだかんだ日本が一番いいよね、皆さん。思わない？ねえ。
そうそう、アメリカとかね、ああ自由な国っていう、自由でも何でもない銃はね、皆さんバン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 で打ち込んでるし、薬は蔓延してるしね、大麻の国はアメリカなんて、皆さん、そう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 、うんね、全然良くないわよ皆さん、本当アメリカなんてでしょ、医療保険もあるし、日本はね、海外はないし、保険なんてでしょ、うんね、そうよ皆さん、うん、救急車も無料だしね、警察も無料だしね、病院の医療費も3割だしね、ウォシュレットはあるしね、皆さんいいでしょ、あんなじゃない、うん、そう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 、うんね、日本はいいところよ、そう、他のところは税金高いしね皆さん、え、ウォシュレットは日本だけよ皆さん、うん、だ海外のトイレ汚いよね、汚いよ皆さん、膝まで、アメリカのトイレは膝までよ皆さん、丸見えなの、うん、ズボン脱いでるのは、ま、もう丸分かりなぐらいだよねあれ、うん、そう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 、うん、でしょ、そうよ皆さん、うん、トイレのトイレ、日本はトイレが一番綺麗なの皆さん、他の海外とか行ったことあるよね皆さん、うん、あの水道の出がね悪いとかあるし、海外のところは皆さん、うん、でしょ、レイプっていうか、まあ、そんな犯罪防止でね開けてるだけだけどえ、なんで流せないのトイレットペーパーを、韓国、え、そうなの、どうして、うん、え、なんでどうしてなの、うん、え、本当、うん、え、なんでなんで、うん、あ、そうなんだ、詰まるの、え、じゃどうするの、じゃどうするの、うん、タイは流せないけど韓国は流せるの、あ、下水が整備、韓国で、そんなことある、皆さん、韓国よ、うん、あ、ドイツもそうなんだ、うんぴっぴ、うん、うんこは流れるの、うん、タイ流せるけどね皆さん、なんか見たことある、なんか蛇かなんかこう皆さん下水からなんか流れてきてさ、なんか海外の方あるらしいよ、なんかな、あのあっちの南のアジアの方、南アジアみたいなやつもあれね、ああいう、ね、熱帯っていうか、なんかあったかいところは蛇が出てきたりとかするんだよね、確か危ないって言って、そうそう、下水から出てくるみたいなそうね、やだ、あの怖い、噛まれるじゃんね本当、しかも毒蛇みたいなやつ、そうそうそう、うんね、でしょ、しかも床じらみとか皆さんあるよ、海外の方はね、あっちの中国とかもね、韓国もそうだし皆さん、そうそう、でしょ、床じらみも多いんだよ皆さん、あったかいところはね、あっちの地域とかは、そうそうね皆さん、日本がいいの皆さんね、日本は清潔だしね皆さん、でしょ、綺麗好きだし私たちはね、ほんと、そう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 ね、でしょ、日本が一番いいのよ皆さんどんだけ悪口言ってもね、殺されないしね、岸田潰れろとかね、ほんと岸田政権を潰せとかっていう風に言ってもさ、ね、何もされないし私たちはね、ほんと、そうそう、悪口言っても大丈夫だしみたいな、そうよ、でしょ、ようこそ日本やよそう、増税メガネとかね、ほんと早く降りろとかね、ほんとそういう風に言っても大丈夫だしみたいな、でも私ね、岸田さん結構ね好きなんだけどね、顔がね、ちょっとタイプ、うん、あの人、そう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 、うんね、岸田さんね、うん、あの人なんかいやらしいセックスそうだよあの人ねねえ、ペチャ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 ね、音立てながらこう言いそうな感じがするわね、ほんでもなんかド M っぽいよ、ド M っぽいよね、いじめてほしそうな感じがする、なんかちょっと逆にどう思う、なんか叩いてみたいなね、叩いてくださいとか言って、ピシーとか言って、うん、もっとピシーみたいな、あんって言って、ねえ、そうそう、そんな感じするわね、本当、え、そうそうそう、誰かなんか作れないのそういうのね、え、ね、岸田さんの顔にさ、してさ、なんかわかる、SM チックになんか、ちょっと潰されちゃうんだ、私がね、もしかしてそれ。うん、ねえ、ちょっとどうそれ。なんかあるじゃん、そういうの。
あれなんていうの、顔だけを変えてなんか作るやつ、あれ名前なんだったっけ、確か、うんね、雑コラ、うん、そうそうね、雑コラ、うん、そうよでしょ、うんね、雑コラ作れないのかしら、ほんと、うん、あ、風船ありがとうございますね、あ、KP ありがとうございます、わかんないけど、うんね、あ、ゆきちゃんありがとうございます、メリーゴーランドありがとうございます調べたらある、じゃあちょっと皆さん今日ね、肉まんじゃない、ピザまんだからもう急がないとね、今日はじゃピザまんです、よし、ピザまん、よし、そう、今日ピザまん作るから皆さんもう時間早くしないと、発酵とかもあるからね、発酵、そうそう、発酵する時間内に具材を切らなきゃいけないね、まずね、包むな、小麦粉みたいなやつを作ってみたいな感じ、うん、ね、そう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 、そうね、大変なのよ今日は、やることいっぱいあるからね、ほんと、そうそう、発酵ね、生地から作るから、生地、皆さん生地2時間できるでしょ、でその前にちょっと休憩ね、皆さん休憩でちょっとこちらをご覧ください、監督さんがね、作ってくれました、皆さんね、あ、何これ作ってないのまだなんかさっきプロモーションかなんかできましたって言って、なんかあったね、本当、うん、まだかしら、あ、いた、あった、あ、いた、あ、いた、まあいいや、よし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 、さあ皆さんで、ね、やりましょう、あ、体重測定、体重測定しましょう、まずね、体重測定やります、あ、バブルバルありがとうございます、うーん、ねえ、何かしら、そうそう、何かしら、これは一体、うん、これは何、一体これは何かしら、一体、うーんと、減らないわねね、減らないわね、体重が、うん、ね、後でちょっと発表しますね、皆さん、ダメ、ナイスが少ないんだから、500ナイスで発表ですね、ほんと、もうほんとダメ、もう、ん、スウェットから、そうね、服の重さだね、多分ね、きっとこれ、ナイス少ないからダメよ、ほんとね、ナイスがほんと少ないんだから、ほんとどこに押してんの、ナイス一体、みんな、ナイス少ないのよ、あ、ありがとうございます、ジェイちゃんありがとうございます、オレンジの観覧車ありがとう、ありがとうございます、ほんと少ないのよナイスが、ほんと何かしら、一体ナイスねえ、何、私も何、相沢浩輝さん嫌いな人ナイスをしてくださいとかっていう風にさ、やればいいの、私もなんかそうやって、なんかそれがなんかすごいなんかナイス稼げるみたいね、ほんと、それがなんかすごいらしいよね、あれどんだけいるんだろう、嫌いな人と思っちゃうわあれ知ってるあれ、うん、そうよ、え、いや別に私嫌いでも何でもないしみたいな、うん、ねえ、ほんとでしょ、よいしょ、さあ、そう、私も好きでもないし嫌いでも何でもないわ、うん、ね、あ、こんばんは、よいしょ、オッケー、よいしょ、今度いいかしら、ほんとそうだよね、そんな興味ないもんね、私たちもね、ぶっちゃけ、うん、でもね、あれで稼げてる、あれでもナイス押されてるんだからね、まあ、それはそれでありっちゃあるよね、ほんと皆さん、よいしょ、さあ皆さんやるわよ、
額見たことないの。すごいなんかあれだよね、怒鳴り散らしてる感じよね。いつも喧嘩してる感じ、誰かと。うん、ねえ。うん、さあ行きましょう皆さんね。よし。でもさ、いい時代ね、皆さん思わない？あ、マリエちゃんありがとうございます。ねえ、ほんといい時代だよね、ほんとでしょ、うん、ねえ、お金がなくてもそうやってね、配信つけてさ、かまってもらえるんだから。そうよね、えいい時代よ皆さん、ほんとそうそうそう、ねえ、もういや、ほんとにさあ、皆さんやっていきましょう。今から、私たちはピザマンを、作っていきますね、皆さん。ピザマンです。そうそうそうね、ピザマン。でまずどういうものが必要かと言ったら、ちょっと待ってね、みんな。いい？ちょっと待って。ちょっと待ってね、みんな。少しちょっと待って、皆さん。方をご紹介します。はい、薄力粉 200g、 薄力粉 200g、 100g、 ベーキングパウダー大さじ 1/2 をボウルにふるい入れ、はい、砂糖を、はい、 OK、 ここまでいきましょう。 OK、 皆さん、今の YouTube の人これを見ながらやっていきましょう。わかったみんな。そう、あ、誰、あ、匿名さん、ありがとうございます。ありがとうございます。あら、あらららら、あ、いつもすいません。パパンパンパンパパパンパンパンパパパンパンパ、どやさどやさどやさ、ありがとうございます。ありがとうございます。まずこれね、皆さん、私はね、いつも思うんだけど、これね、グラムは絶対ちゃんとしっかりとこれ測ったわよね。いや本当にこれは絶対ね、ダメ、そう、ダメなのよ、これ抜けちゃダメなの、これ絶対、そうそうね、いや本当、そう、これは絶対にこうちゃんと測った方がいいと思うね。いやマジでグラム数すごくこれ大切なの、本当に。いや適当よくないね、これ絶対ね、本当これだけは絶対ダメよ皆さん。グラムのやつどこ行ったの皆さん、知らない？隠した誰か、誰あったわ、そうそうそう誰あったあった、よし、電池がない、これ電池が、あれどこ行った電池、もう電池がない、これ何よ、電池ない、これこれ電池がない、これどうすんのこれ、もうやだー、もう電池ないやん、電池が、これどうする、みんな、電池がない、どうするみんな、どうする、みんなはどうするのこれ、計量スプーンなのこれ、皆さんこれ、ああ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 、あったわ、あった、うん、あ、計量カップね、ちょっと待って、計量カップよりも電池あった、ここに、そうそうそう、うん、あったあったあった、もうあったわよ皆さん、もうあったわよ、めんどくさい、もうほんとやっとあったわよ皆さん、
さあ皆さん500ダイスでアンダーバーなんて言ったのよ、なんて書いたのよ、一体なんて書いた。あ、ひまりちゃんありがとうございます、ありがとうございます。アンダーバーになってるよあなた、ほんと、アンダーバーだよ、ねえ、そう。さあ皆さんこれでいけるかな、どうかな、どう、あれできない、なにこれ、壊れたこれ、あなたほんと、なにこの人、ちょっと合ってるわよ方向、なにこれあなた、壊れたよこれあなた、何これこの人、壊れました皆さん、もうよ、ちょっともうどこなの一体、どこなの、どこ、どこなの、どこなの一体、それで、そう、ほんと、ないんだけど、測るのがない、どこ、ちょっと、測るのどこなの教えて、なんでないのよ、もう軽量カップでいける皆さん、軽量カップでいける、ねえ、あ、いけるかなこれ軽量カップで、これにしよう、ね、これにしよう、よし、これで、よし、これでいける軽量カップどう？いける？これでどうするの？一体。いける？で、200g？ 皆さん。薄力粉がまず 200g なんで、皆さん。200でいいの？これ皆さん。ねえ、200でいいの？ん？200でいいの？私は合ってる？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 合ってないの？合ってる？薄力粉 200g です。みんなメモしてね、もしね、ピザマン作る人はね、明日ね、明日、そうそう、CC ね、CC、200です、ね、200、まあ大体アバウトでね、200です、で薄力粉です、で薄力粉です、薄力粉が 200g だと2カップ、あ、そうなの、2カップなのこれ皆さん、そうなの、2カップ、うん、CC ガールうるさいな、お黙り、え、皆さんこれ何？ 2 カップなの？え、そうなの？皆さん、そういうこと？ん？
こんだけ主婦がいるのに、あ、匿名さんありがとうございます。これ、いや、いいんじゃないの、これ。じゃあワンカップ、うん、グラムと CC はものによって違うみたいなの。200ミリリットルがワンカップ、じゃあ合ってるんでしょ。ほらーほら見なさいよー、ほらららららほらーでしょ、合ってるでしょ。一緒。じゃあ次が薄力粉がね、皆さん100ね、100グラムね、100グラムです。はい、メモしてね、みんなもね、メモしてね。でベーキングパウダーね、皆さん、ベーキングパウダー、そうそう、ベーキングパウダーね、こちらね、ベーキングパウダーは2分の1ね、2分の1ね、皆さんいい、2分の1です。全部入れますね、めんどくさいんでね、全部入れますね、うん、はい、できました皆さんね。でこれをね、何、大丈夫よね、うん、発酵させないやつ、これベーキングパウダーって。ベーキングパウダーはあれだよ皆さん、これあと薬目、これ発酵さ、膨らますのよ、うん、そうそうね、膨らますためのものよ。じゃドライイーストがあれでしょ皆さん、発酵でしょ、違ったっけ、そうだよね確か。でこのふるいにね入れます。ふるいね、ふるいに OK、 ふるいにこうね、こうやってこうね、ふるわせますね、こうふるわせて、こうそう書いてるもんね、ふるいましょうみたいなでしょ皆さん。めんどくさい、もいいやもうね、少し出ましたけど、まあまあまあ大丈夫大丈夫、別にね、大丈夫大丈夫、うんね、そうそうそう、大丈夫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 ね、こうやってこうしますね、ふるいます、そうね、はい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 ね、はい OK、 はい OK でーすね、見えます皆さんね、こちらね、はい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 、うん、ね、わー綺麗ですね。で続きまして皆さん、ここまでできましたね、見えます画面、もっとアップにアップにしょ、アップにアップにしょ、見えました、どうでしょう、アップアップ見えます、アップあ、見えます、アップで、はい、そして次行きましょう、大さじ1、砂糖大さじ1、塩小さじ2分の1、ドライイースト小さじ1、ケチャップが 40g、 ぬるま湯が 130-140cc を入れ、ひとまと OK、 皆さんね、はい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 、ちょ、みんな覚えた、みんな覚えた、あ、砂糖が大さじ1よ、そうそう、砂糖が大さじ1、あー、どこどこ、ああどこなの、あったわ、よしよしよし、はい、上白糖ね、もう今度いいやもうね、はい、これでもいい皆さん、これでいい、うん、これしかないのよ砂糖、これでいい、うん、これでいい、うん、いい、ダメ、いいの、いい、オッケー、大さじ1よ、うん、見えない、
え、次が塩が、塩ですよ、塩。塩がね、小さじ2分の1よ、皆さん。そうそう、塩ね、塩。そう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 。塩とイーストは話して、なんでよ。そういう風に言われれば言われるほどね、私に言うことね、聞きたくないのよ。わかる？ねえ、なんでなの？本当。どうして？塩小さじ、小さじ？このぐらい？このぐらい？このぐらいなの？もっといくの？もっといくの？うん、ねえ、こんでいいの？もう塩はなのでいい？もう、ドライイーストね、発酵の妨げになるの塩が。なんでよ、なんで邪魔するのよ。なんで塩が、何なんで塩がドライイーストの邪魔するの？どうして？ドライイーストよ、ドライイーストね、脇に、あ、ごめんなさい、全部言っちゃった。まあ大丈夫ですよね、まあ、大丈夫。オッケーね、オッケーね、そう。あ、砂糖は何、発酵を促進するから砂糖の近くに入れればいいのか。ケチャップ、ケチャップがどれ、ケチャップ、ケチャップが 40g かな、 40g、 まあケチャップは別にアバウトで、あ、出る、ピュッピュッ、そうそうね、ピュッどうかな、ちょ、もうちょっとかな、もうちょっとね、出る、ピュッワンツ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 、よし。でケチャップが何、そのケチャップ で次何、一回誰に怒られるのよ、ほんと言ってみなさいよ。ぬるま140よ、ぬるまだからこっちの方がいいんじゃない、このお湯で、わかる、皆さんね、いいんじゃない、こっちの方でね、ぬるま 140g よ、皆さん 140cc ね、 140cc よ、いい？40度って暑いかな、40度、どうみんな、40度どう、40度、うん、40度は暑いかな、40度、大丈夫、40度でいい、40度、40度よ、40度です、よいしょ、結構ぬるいよね、40だったら140ね、200でもいいかな、 200cc な、まあ、200cc ちょっとあれかな、あれかな、ちょっとね、少しね、どうね、ちょっと多いかな、 200cc でも、まあまあいいよね、別にね、そうす、どう皆さん、いや飲もうとしたんだけど小麦粉が入ってるからやめたのよ、ね、ちょっと、うん、危ないじゃん小麦粉、私ほらデリケートだからね、デリケートな人間だからね、ほんと、そう、うん、じゃあ入れます、これバッといくの、バッといく、でもこういうのってさ、少し入れながらこうなじませるのよね、そう、じゃなかったっけ、少し入れてなじませてみたいなね、そういう感じじゃない？ねえ、でしょ？皆さん合ってる？そうよね、そう、全部じゃなくてね、こうやって少し入れながらね、そうじゃない？ほらこうやってね、どう？ほらうん、ね、ほら、どう皆さん見えてる、みんなほら、ね、こうだよね、こう、だめ、これからまとまっていくんだよ、ほんとね、みんなほら、こうよ、ね、こうして、
ね、こう入れてね、やっていくんだよ。そうそうそう。へ、わかった？ね、こうしてこうしてね、こうやってね、こうしていくのよ。ほら、うまい。ほら、ほら、わかる。ほら、見て、ほら、ね、ほら、だいぶね、まとまってんでしょ。まとまって、ほら、ね、いい感じでしょ。うん、ね、上手。ほら、そうでしょ。うん、ね、いいでしょ、皆さん。うん、こちら、あ、私うまくない？私うまいね。見てこちら、上手ね。私ほら混ざってんじゃないの。ほら見てごらん、あんた、これこれでしょ。ほら、ちょっと水多かった？こんなことない。でもこんなもんよね。うん？なんかびちゃびちゃだね、びちゃびちゃ。うん？なんかびちゃびちゃ。これ何これ？これ大丈夫これ？びちゃびちゃでこれ。失敗したこれ。もしかして。うん？測ったよこれ。140よ。おかしいわね。こんなもんなのかな、もしかして。うん？え？いや、これわかんない、まだ。うん、まだわかんないよこれ、皆さん。あ、そうね、サラダ油入れるね。油も入れてね、これこちら。あ、これ無理かも皆さん、これ無理かな、びちゃびちゃしてる。死んだわ皆さん、これドライスト中で死んだわ、これ。うん、死んだと思う、これ絶対。死んだ。うん、ほんと中で菌が死んだわ、これ絶対。こんなの、そう、粉がやっぱ少なかったのかな、これ。あ、できた。ちょっと待ってね、監督。今まだこれさ、薄力入れようか、少しね、薄力粉、弾力ね、ちょ、弾力が欲しいわね。ちょっともう開けて、誰もめんどくさい。開けて、誰かも。ちょっともう、ああ、開いたわ、ほんと。そうね、ほんと粉入れましょう、粉ね、少しね、お粉入れましょう、少しね、粉入れてね。ちょっと、うん、あ、いいんじゃない、ほらほら、どう、ほら、どうかしら。あ、ナイス、ありがとうね。もっと押してみる、ナイスを、ナイス押して。ちょっとまだびちゃびちゃしてる、確かにね。もうちょっとかな。うん、もうちょい。あ、あー、多かった、これどうしよう。よし、どうしようこれ。うん、どうするこれ。え、これ全部入れても、これ大丈夫これ、入れるこれ。一回やってみようかな。そうっすね、多かったかもしれないね、多いかもこれ逆に。よし、どうなんだろう。うん、あ、でもいいかもしれない。あ、でもいいかも、皆さん。うん、ありかもしれないこれ。ほら、どう。あ、もうやだこれ、手についても、もうやだ、もう気持ち悪いわね、ほんと。うん、うん、うん、この時間にピザマン不健康ですから、心配も、寝ろや、もうこんな時間起きてる方が一番心配だわ、ほんと寝ろや、ほんと、もう、そうそうそう、ほんと、ねえ、ほんと。
あ、でもこれいい感じね。結構ほら、あ、いい感じ。あ、いいかもね。だいぶ。あ、まとまりそうよ。そうそう、手にでもほら、だいぶつかなくほらなってきた。ほら、きた。ほら、ねえ。手かわいいでしょ。ほら、よく言われる手かわいいねみたいな。ねえ。そう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 。うん。よし。言われるのみんなからね。私のってほらね、あ、ありがとう、もちまろちゃん、ありがとうございます。あ、でもね、どうかな、これ、これで一回待ってみる。皆さんどう、これどうかしら。もっとこねた方がいい、これね、これ大事なのね、これこねるのがね、すっごいね、皆さん大事なのよ、大事ね。そう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 、ねえ、ね、結構ね、皆さんネバネバして、ネバネバまだかもしれない、これもしかしてもっと粉がね、いるかもしれない、粉が。いや、ほんと、うん、あ、そっか、皆さんサラダ油だ、油、うん、油いるんだ、これ油。そうそう、油がいいのよ、油。そう、油を入れてまとまるね、これね。そうそう。